はい、三人称のみそです。藤山子です。鉄道です。よろしくお願いします。お願いします。2024年11月26日雑談第518回の放送が始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時から YouTube 三人称チャンネルで会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですか、11月最後のそういうことになります、雑談ということなので、はいはいはい、動画が上がる頃もまだギリギリ11月か。まだ11月ですね。まあまあ、そうですね、ほぼほぼもう12でしょう。12ですね。はい、なろうとしていますか、うん、いやいや、そうですか。この雑談もじゃあ次からはテーマ皆さんにお願いしてって感じになりますね。そうだね、うん、会員限定だけど、いつもはここからもう幅広くこの1年どうだったかみたいなのをちょっと振り返るような雰囲気のものになっていくでしょうと、はいはいはい、うん、これが来るとマジでマジでもうそうだね、もうか来ましたかってなるよね。もう終わりだなっていう感じかな。本当だね。 あっという間ですな、これは。ちょっと我々三人称は今年結構12月がまあイベントが続く感じになるので、ありがたいことに、あっという間になるでしょうね。なんとあっという間に終わりそうだね。駆け抜けて、そうだね、なんかタスクが溜まっちゃってさ、はいはいはい、いろんなものの、なんか忘れてねえかってさ、数日に一回これなんか忘れてもないっけ、大丈夫だっけみたいなの。そうね、最近ちょこちょこその配信活動以外でも私生活のタスクとかもあったりしてさ、うん、あそこ行かなきゃとか、はい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 、あそこ電話しなきゃみたいなのとか、ね、だからなんかどこがどこまで行ってたっけなっていうのがちょっと把握、いやそうなんだよね、できてないかもしれない。本当ちょっとそんな感じ、わかるわ。私生活にちょっと支障が出るっていう、いやちょっと支障、そうだね、軽めに支障出てる。なんかこうな、そうここにこうあるから、じゃあここあれかみたいな、うん、逆算をなんか結構していかないといけなかったりするから、そうね、結構大変だわ、うん、そうね、まあまあ、まあまあまあ、そんな中でですね、はい、先日、はい、人間ドックに行ったよって話結構前にしたと思うんだけど、あ、はい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 、あれの結果が全体的この間届いて、そう全体的な、はいはいはい、うん、なんか実際その1週間だって思ってたけど、俺の勘違いで1ヶ月後に送りますみたいな感じだった。ああ、そうだったね、割と、うん、そう、それが届いたので人間ドックの話もまあちょっとしたいんだけど、うん、はい、まあエッセイとかに書いたりもしたんだけど、はいはいはい、どっから話すべきかな、はい、2人はどうなの、まあ、考えてはいるんでしょ、ええ、ちょっと人間ドック、うん、やってもらいたいなみたいな。そうですね、よく言われてます。だから、はい、聞きたかったっていう感じだった。じゃあまあまあ参考になればっていう感じかな、う、ね、うん、まず何をした、まず、とりあえずあの全部聞きてんだ。人間ドックの、まあ、近くにあるところを探したの、まずどこにあるって。結構いろんなところやってる、うん、人間ドックをやってる病院を探したんだね。うん、でまあ、で調べたところ、まあ、そんなに長時間じゃなくても大丈夫だみたいなところがいくつかポン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 あって、はい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 、でまあ中で、まあ、初めてだからっていうのもあるから、ちょっといいのがいいなと思って、エグゼクティブコースみたいなのがある。エグゼクティブコース、そう、それが何がエグゼクティブなのかちょっとよく分かってないんだけど、うんうんうん、そう書いてあったからこれはすげえだろうなと思って、うん、あ、何違いとか書いてないんだ。一応なんか料金で、まあ、調べられる内容がまあ全然違いますよ。あ、はい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 、うん、高ければ高いほどまあいろいろ項目が増えるからこれいいだろうっつって、うんうんうん、で、まあ、そこ予約したら、その、実際に人間ドック行く前日に、うんうん、前日か結構前ぐらいになんかね、人間ドックのクリニックからなんか届き物が届いて、はいはいはい、なんだろうって開けたら、ね、マグコロール3っていうね、なんかプラスチックの容器、うん、事前に何かして持ってきてくださいみたいな。粉が入ってるもの、粉が来たの、はい、ともう一個なんか下剤が来て、うんで、まあ、下剤は前日飲んでくださいと。でマグコロール酸っていうのは、うん、酸はあの散るの酸、ね、解散の酸、うん、それは当日、うん、朝起きたら、うん、容器で1800ミリリットル、うん、
そう入るんだけど、そうだから水を入れて2時間かけてゆっくり飲んでくださいみたいな。1.8リットル。そう、それもまあ要は下剤なんだよね。うん、でもう本当すっきりさせてその検査受けましょうみたいなので。え、前日も下剤飲んでるの？前日にはちょっと出づらい人は全部飲んでね、普段出てる人は半分飲んでねみたいなのをちょっと飲んでる。それはでもなんかあんま効いた気しないんだけど。あ、割となんか出ちゃって困ったとかっていう感じじゃないんだ。ではなかった。そうそう。で当日それを飲んで、これがだからもうクソまずそうだな、どうしようかなと思ってさ、うん、と思ったんだけど、すげえうまいの。あのポカリの味だった。いいね、甘いんだ。めっちゃうまい。そう。もうごくごく飲んじゃってさ、うん、でやっぱそれしばらく飲んでるともうちゃんと効果が現れて、うん、もう本当にすぐトイレに行きたくなるみたいな。あへえ。でトイレでもうシャバシャバみたいな感じで、もう言いたいの、もうお腹痛くはないんだけど、うん、いや出てーみたいな、あーみたいな、あなのにあでこれもう出るぞみたいな感じ。あ合図ね、はいはいはい、ノックされてる、トン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 って、うん、すぐ出すぞみたいな感じになってるから急いで行かなきゃみたいなね、うんうんうん、でまあそれで空っぽになってるだろうなみたいな。もうなんかそのね、写真も送られてくるんだけど、こんな感じにしてくださいみたいな、うんうんうん、え、汚ねえのから綺麗な状態になったら OK ですみたいなね、うんうん、こんな感じにして画像付きでそう送られてきて、はい、むちゃりと思ったけど、え、便器の写真も送られてくる、まあ、便のね、あ、便、あ、便の写真、そうそう、ああ、こんぐらいの汚い状態からこんぐらいの綺麗になるといいですよみたいな、なんかね、シャバシャバの水、4段階ぐらいの、そう、水っぽいのが出だしたらいいよみたいな。なかなかだな。ちゃんと誰かのサンプル届くんだ。誰のだよと思ったけど。えぐいな。えぐいな。えぐいな。で当日行って、俺の行ったところは、MRI と CT は別場所っていうところで、でそれ以外のところはそのクリニックでやりますみたいなところだけど、うん、だから最初その別場所って言ってもそこまで遠くないんだけど、うん、MRI と CT だけはまあ別で受けて、はい、へー、でその後、だからそれはまた別で送られてくるみたいな感じだけどね、うん、で、クリニック行ったんだけど、なんかね、企業ビルの一角みたいな、もうワンフロアがそのクリニックみたいな感じだけど、はいはいはい、もう本当に全体的に高級なホテルみたいで、へえ、なんかね、クリニックってか病院感はあんまない。あ、そうなんだ。そうなんだ、うん。そういう感じなんだ。待合室とかもなんか落ち着いた感じの照明で、うん、でなんか俺のコースエグゼクティブコースだからかもしんないけど、うん、なんか個室が与えられて、お、うん、待ち時間は、そう。広いソファーにね、広い、うん、広い部屋にソファーが革張りっぽいのが2つ置いてあって、うん、で窓際にはなんかちょっとした畳、偽の畳みたいなのでなんか眠れるところもありますみたいな。お、見晴らし抜群で、うん、おう、そう、カーテンとか一切ないみたいなね、うん、でそこで、着替えてくださいって言われて、うん、なんか病院服みたいなのに着替えるのよ。はいはいはい、で紙パンツ渡されてさ、はい、紙パンツって履いたことある？いやー、ないね。ないかもな。いや俺もなくて、紙パンツを履いた、うん、紙パンツって、あ、いや、それがそうなのか全部の紙パンツがそうなのか分かんないけどさ、うん、なんか片っぽ開くのよ。片っぽ？片っぽ、そう、パンツを履いたら片っな、前か後ろかどっちか分かんないんだけど、どっちかが開くようになってる、うん、もうなんかめくれるというか、半分でこうパラって、はい、まあ、見やすくなるみたいな感じなのかな。うん、そう、これがそのどっちが前か分かんないからさ、どっちを見せるのか分かんない、そう、どっちが見たいんだろうみたいな。はい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 、それをお医者さんは、うん、だからもう、でもお尻が見えた方がやっぱいいのかなと思って、とりあえず後ろが開くような形で履いたんだけど、うん、なんかそのイメージあるね。うん、でまあそれにして、はい、でまあしばらく待ってたら、コンコンってノックされて、そろそろいいですかって言われて、うん、行きましょうって言うので、はい、ドキドキするね。そうで歩いてったら、うん、なんかね、廊下の端に、うん、身長と体重を測るやつがあるの。なんかもうほんとポンってポンって置かれてる廊下に、はい、でまあそこ乗って、うん、身長もまあ測って、うん、そしたらその扉、横の扉パカーって開けて、でこちらどうぞっつって、うん、でそこで聴力と視力見て、うん、で終わったらまた横パカーって開いて、でそこからレントゲンですみたいな感じで、う
マジ流れるようにできるようになってんだ。そうそうそう、もう本当ベルトコンベアみたいな、なんか検品されてるみたいな感じで、企業でやる健康診断みたいな、ね、あでもそうかもね、うん、でレントゲンはまあなんか資格の持ったレントゲン医師か技師が必要なんだろうけど、うん、レントゲンにこう向かってお腹ペカッてめくってたら、はいはい、後ろから、よろしくお願いします、撮りますねって声かけられて、うん、でしばらくしたら確認しますって、お疲れ様でしたって声で、もう顔すら見えないみたいな、はいはい、なんかでも終わって、あなんか これでやってくるの、なんかちょっと思ったよりもなんていうのかな、あっけないというかさ、もうはいはいはい、ポコ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 すんで、こんぐらいだったらどこでもできそうだけどなと思ってちょっと不安だったんだけど、でまた一旦部屋に戻ったらもう一回こう来てくれて、そのスタッフの人が、でこの後に胃カメラとかポリープの検査とかあります。出た胃カメラ、うん。そう。一番気になってるところですよ。そうそうそう。でここで俺もう本当にさ、すぐおえってなっちゃうから、うん、会社さんとかでもだから、うん、いやこれが麻酔やれにしてほしいなと思ってたんだけど。うんうんうん。そしたらその、実際に手術台に横になって寝かされてたら、うんうん、あのねすごいもうマスクをしてたけどすごい綺麗なお医者さんが来てさ、うん、女性の。女性の、わあすごい綺麗な人だなと思ってたら、はい、うん、なんかその人がいろいろ説明してくれて、胃カメラ初めてですかって言って、まあそのまんまやるか麻酔と睡眠を促す薬使えますかみたいな感じで、そこで尋ねられて、まあ元々そのクリニック調べた時代でも一応そういうのあると書いてあったんだけど、なんか当日、お話ししましょうみたいなのが書いてあったから、うん、あここで聞いてくれてよかったと思って、うん、でいやちょっとぜひ麻酔と、そのお願いしたいですって言ったら。わかりましたみたいので、なんかコップにゼリーみたいなのがひたひたに入ったコップ持ってきて、はい、でそれをなんか餌付けみたいにその人がスプーン、俺は横になってるから自分で飲むんじゃないんだ、そう、そこになんかスプーンみたいなので口に持ってってくれて、うん、で口の中でぐるぐるさせて飲み込むみたいな、そうするとほんとすごいんだけど、すぐに口の中の感覚なくなるんだよね、あ麻酔ね、うんうん、なるほど、で亡くなったなと思って、でその間にもね点滴を打たれてて、で点滴で多分もう、睡眠を促す薬を多分同時に入れられてんだと思うんだよね、うん、はい、で だんだんそのあなんか眠くなってきたなと思った時に、うん、今度なんか男性のなんかお医者さんが登場して、はいはいはい、もう顔も見えないんだけど、うん、俺はなんか横になってるから、うん、でなんか口になんだろうな器具をつけられてね、多分、うん、寝てる間に口閉じないようにするやつだと思うんだけど、はい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 、で、ああ口になんかが入れられたなと思ったらもう寝ちゃってさ、はいはいはい、いやもうそこまでなんだ記憶は、そこまで、そこからもう全く記憶がない、ほうで気づいたら終わってて、あ終わりましたよって言われて、でもうフラ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 しながらさっき案内された部屋に戻って、でちょっとソファーで横になっててくださいって言われて、もうほんと麻酔がずっと残ってずっと目が重たい状態だから、いやこれしばらく無理だなと思って、ほんとソファーに座ったらもうほんとまた寝ちゃってみたいな、でその後看護師さんに起こされて、そろそろどうですかって言われて、まあまだちょっと眠いけどもういいかと思って着替えよう、耐えれば、そう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 、着替えして立ち上がったらね、ソファー、革張りのソファーの上になんかねちょっと青い薄い紙が敷かれてたの、和紙というかなんか書道の時使うぐらいの感じの青い紙が、はいはいはい、うん、でそれがその一部がなんかちょっと濡れてたのよ、ぬるいと、でえなんだと思って慌てて俺自分のお尻触ったらすっごいぬるぬるしてるの、俺の尻が出ちゃってる、そうだから俺はそのソファーに座りながらなんか出してるんだよね、まあでも下剤も飲んでるし、下剤も飲んでるし、なんか多分お尻から何かをやられてると思うのよ、はい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 、なんか入れられてんのか、あなるほどね、そうか、うん、でもなんか出てて知らない何かを入れられてるの、めっちゃびっくりした、液体がなんか出てるわけだ、お尻からぬるぬるした何かが出たみたいな、なんか本当エイリアンが出たんじゃないかぐらいの、うん、怖っと思って、うん、でもしょうがないからそのなんか、でもまあ出るもんだから多分敷いてあったと思うんだよね、最初なかったはずだから、そうだよね、その紙が、はいはいはい、想定してるから敷いてあるんだよね多分、うん、こいつは出すなって思われたから先に敷いてあったと思うんだけど、うん、ここに座っといてよかったと思って、なんか別の変なとこに座ってたらさ、そうだね、ぬるぬるになってたかもしれないからね、全部ぬるぬる、うん、最終的に着替え終わって、初めてそこで男性の医師、うん、この人がレントゲンの人とかどうかも分かんないけど、対話したら、うん、こういろいろ見せてくれて、まあそこでだからその CT、MRI とかまあ後になりますがみたいな、うん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 、で一応
言ってくれたのが、うん、まずね食堂綺麗ですねって言われて、はいはいはい、めっちゃ綺麗だったらしい。で胃もすごい綺麗だったらしいんですが、うんうん、私は食道に食道裂孔ヘルニアというものがありまして。何それ。はあ、食道に、ね、列が裂けるで孔が孔子の孔、うん、で、うんうんうん、ヘルニアって書いてあって、うんうんうん、これすげえ怖えじゃん、うん、怖っと思って、でそれはと思ったら、まあ今のこの状況だとそんなにこう、まあ、重たいものではなく、うん、ないですね。どういうことがそれあるんですかって聞いたら、うん、ゲップが出やすくなりますって言ってそんな避けるとか書いてあるのに、うん、そうで、よく考えたら俺確かに炭酸飲むとめちゃくちゃゲップが出るなと最近思ってたのよ。なんかみんながさ、そのモムネラとか飲んだりするじゃん。だから俺もなんかちょっと真似して飲もうと思うんだけど、すげえゲップ出るから、うん、いや俺なんでこんなゲップ出るんだろうなと思ったら、これだ理由と思って。ヘルニアなんだ。そこでそんなのあるんだ。お、そうそう、そういうのが、まあこれがだからまだ軽度だからなのかもしれないけどね。あ、うんうん、まあ今のところはだからまあそのぐらいみたいなね。へえ、なるほど。うん、で、あとこれ本当自覚が全然なかったんだけどさ、うん、その本当にまさに自覚がなかったんだけど、自覚、うん、違う、自覚はあったのか、うん、お尻は綺麗なんだけど、ワンチャン痔の可能性ありますって言われて、ほう、要は内自覚っていうのがあるらしい、うちの自覚とか言って、ね、うん、そう。だから まだこれもだから全然その自分でも意識なんもないし、うんうんうん、実際に大したことないんだけど、まあ、悪くなっちゃうとひょっとしたら痔になっちゃうかもしれないけども、今のところ全然そんなあれはないと。へー、そういう感じだから俺もこれ全然何も、そう、何も気づかなかったけど、俺だからその入り口と出口にちょっとなんかちょっとだけ異常があるみたいな。はいはいはい、そうだね、そうそうそう。でまあそこはそれで終わって、うん、はい、まあまあ経過観察みたいな感じだけど、まあ1年か2年後ぐらいに定期検査すればいいんじゃないぐらいのもんで済んだのよ。だからなんかまあまあなんか何かしら言われたけど、そんなにビビることもなかったかなと思って、はいはいはい。でその後、MRI だのなんだの CT だのの結果が届いて、まあこれはなんだろうな、 ABCDEF の判定でいろいろ載ってるわけ。なんかタンパク質はどうだとか、うんうん、肺肝機能はどうだとか、うん、そうするとね、まあ、A はあるんだけど、うん、中には B だの C だの、うん、あるいは D だの書いてあるのもあったりとか、うんうん、あって、うんうん、D だとまあちょっと精密検査した方がいいんじゃないのみたいな、はい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 、で EF だともうちょっと治療した方がいいよとか、うん、F だともう本当治療してない、 F は現在治療中って書いてあるから、うん、多分 F 判定だと、それ治療してないわけないよねみたいなことだと思うんだけど。ああ、そんなんなるんだ。そう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 。で例えばなんかね、俺喘息持ちだからっていうのもあると思うんだけど、うん、なんかそのいわゆる肺とか、あ、うん、あと呼吸器系とかはちょっとやっぱあるよみたいなね。あ、やっぱり問題あるよとか。そうそう。あとね、最近なんかやたらとちょっとなんか鼻水出るなと思って。あ、なんかスンスンしてるよね。確かにすげえスンスンしてる。でこれが俺。あれだ、なんか花粉症なんだよなってずっと思ってたんだけど、うん、なんかね副鼻腔に炎症ありって、これは花粉症の炎症なのかもしれないんだけど、うんうんうん、だからこれちょっとなんか耳鼻咽喉科行った方がいいよみたいなふうに書かれてて、はい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 、花粉症じゃない説もワンチャンあるかみたいな。あ、なるほど、うん、いや結構ねスンスンしてると思うよ。いやそうだよね、俺もほんとここ最近なんかもうずっとスンスンすると思ってさ。なんか鼻声の時だってあるしな、うん、そうそうそう、一時期の標準さんみたいなさ、うん、あスン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 ってなんかずっとしてんなみたいな、でなんか、そうそう、なんか気になるみたいなさ言われてたやつ、うん、あ、言われてたね。そうそう、あれぐらい結構スンスンしてるイメージある最近。そう、これがだから実際にちゃんと原因があるんじゃないのみたいな風にここで出てて、あ、マジかみたいな。まあ他にもなんかちょっと気にした方がいいよみたいなところもいくつか言われて、うんうんうん、肺とかは、うん、まあそのいい判定ではないんだけど、うんうん、これがだからその前にタバコを吸ってたせいなのか、あ、まあ、やめてしばらく経つとはいえそんなにすぐ治るもんでもないからさ、うんうん、それか喘息のせいなのか、それとも別の何かなのかちょっと分かんないから、うん、この辺はちょっともう一回なんか見てもらった方がいいのかなとか、そういうのがね届いた。
なるほど、灰か、うん、灰、はい、だからいや受けといてやっぱ良かったなみたいな。あ、じゃあ、なるほどね、結果としてね、灰見に行っとくかっていうようなきっかけをいただけたわけだ。そうだね、うん、なんか気にした方がいいならとりあえず灰気にしようみたいなとこ。気にする場所が分かるっていうのはいいね。そうだね、いいね、うん、逆にそれ気にしなくていい場所も分かるみたいなのもあるし、確かに確かに結構やっぱ大事だなって思ったわ。なるほどな、うん、なんか本当に現在の自分を知れるし、うん、あ、このせいなのこれ原因があるんだみたいなのが分かるみたいな。あ、そうね、うん、ちょっとした気にしてたこととかがなんか答えが出るみたいなので、ああみたいな、行ってよかったって思う。おー、でも本当にね、その麻酔とかすごいから、うんうんうん、あんまりその胃カメラでおえーとかは気に、そのコースだったら気にしないでもいいし、何もだって気づいたら終わってたわけでしょ。そう、ほんとお尻からちょっと出てるぐらい。お尻の、お尻の穴もあれでしょ、やられてたわけでしょ多分ね。見られだって、その痔のやつはそういうことだよね。あ、だからそう、そうなんだろうね、お尻になんか、だからゼリーでやられてたんだろうね、指入れてとかってことなのかな、ね、何をされてたのか俺はもう分からないけど、あ、そこで、そこでだからやられてたってことだ、うん、可能性はあるかもね。うん、そうなるほどね。いや、そこがよかった。いや、本当に胃カメラぐらいだよね、ちょっと恐怖に思ってたの。ビビっちゃうのね、うん、でもそれがもう寝てるから。え、じゃあさ、なんか、うん、よく聞くバリウム飲むとか言うじゃん。あ、なかったね。あ、ないんだ。内視鏡検査はバリウムは飲まなかったな。へえ、うん、その下剤ぐらいか。そうだね、前日と当日に飲む下剤を、まあ、ちょっと頑張ろうみたいな。じゃあ特にそのストレスなく終わったっていうような印象なのかな。そうだね、ストレスほぼなかったかな。うん、気づいたらまあ街もないし、うん、もう気づいたら終わってたぐらいの。どんぐらいでさ、いい、ね、麻酔効いて起きるわけじゃん、はって起きる、うん、まあ起こされて起きるわけじゃん、うん、その間どんぐらいの時間だったとか見た？いや、やっぱさすがに眠くて、うん、時間までは全然見てなかったな。でもまあほんと数時間もないぐらいじゃないのかな。じゃあほんともう半日、まあ半日ちょいぐらいでは帰って、そうだね、半日ちょいで終わる。なるほど、夜はまあなんかいろいろできるたりはする。はあ、うん、なるほど、だいぶ興味が出ました。興味が、やっぱ行くべきだよね。まあね、自分の知らなかったこともわかるし、うん、まあ備えられるだろうし、いろいろと。まあちょっと金額に関しては後々。まあそうですね、金額に関しては後々お伝えしますよ。エグゼクティブだからね、そうですから、うん、大体その名前が付けると大体いい値段するやつじゃん。そりゃそうでしょ、ね、うん、そのぐらいエグゼクティブマネージャーぐらいしか聞いたことなかった。そうでしょ、いいやつだ、ね、ぜひ2人ともいいやつ受けてくださいよ。いや、ちょっといいやつ、それ、そうだね、それでもいいぐらいだわ。そこでもいいぐらいだ。なるほど、行きますわ、ちょっと行ってください、教えますよ、その病院の URL。 あ、確かにね、なんか紹介で安くなったりもしないの？エグゼクティブは紹介とかないだろう。ないか、ないか、ない、なしでやってますんで。なちなみに予約してどれぐらい期間が空いて、予約でも俺多分1ヶ月前ぐらいにはもう予約したんじゃないかな、この日に行くって決めて。ああ、なるほど、だから最短では、最短ってわけではなかったのか、行ったりが空いてる日っていう感じで。一応何日空いてるっていうのはあるから、そこで、うんうん、じゃあここで行こうみたいな。ああ、なるほど、はいはい、うん、感じで。ありがとうございます。なるほど。年明けちょっと行ってくるか。そうだね、年明けちょっと。そうだね。2024年40手前でちょっと行っとかないとな。一発いいよ。でも怖え、でも怖えけど、そうか、もう鉄道さんはもうとりあえず一旦安心みたいな。いや、実際やだよ。D 判定のとか見る。まあそうだよね、安心というかなんというかね、うん、安心してるわけじゃないからね、だからこれでここからじゃあどうしようって話になるから。はい、はい、そうだね、そうそうそう、勝負しようぜ。確かに、いや、ペイさんも灰危ういよね。怪しい、怪しいでしょ。いや、危ういでしょ、だってペイさんなんて現役だもん。そうだよね、ね、咳も出てるしタバコも吸ってるし。いや、でも ね、最近思ったほど出てないんだよな、咳。あ、本当。うん、あのちょっと昔より
配信の時も咳が出ててミュートしてたとかっていうのは最近ないね。はあ、なるほどね。まあでもまあ吸ってるのは確かだし。そうだね、言っといた方がよさそうだね。そう、うん、いやいやね、 D 以下じゃね。D 以下って結構怖くない？ E とか F 出てたらちょっと。E は治療を必要とします。何治療って怖っ。で F はもう治療中。あなたもう肺を治療してるでしょってこと。うん、これで治療してないとおかしいよって。えってなるよな。うん、うん、いやそうか。でも E もう E なんて出た日にはもう必要だから、まあまあまあ、絶対治療だよ。そう考えると D もなかなかってことか。 D はその一歩手前だね。まあ、ちょっと本当に気にしなみたいな。E でしょ。一発いっといてもいいよみたいな。そうだね。うん、休みますよ。いいだったら休んだ方がいい。いい出たら休みます。休ませますよ。いい出たらそう休もう。さすがに。うん。いいが出たんでっつって休もう。さすがにね。一旦。やだ、なんか脳とかがいいとかだったら。うわ。いや怖。本当にちゃんと休まなきゃいけないからな。脳が F だったらどうするお前。え？治療してますよね。誰が開けられている。いじられている。怖いな。だから怖いんだよやっぱり。そう、自分の知らない部分っつうの。そう、首あたりはなんかちょっと俺遺伝でなんかあったみたいのはあるから昔。なるほどね。そう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 。まあだからそれが実際どうなのかっていうのもね、ちょっと確認するのも大事なんだよね。そうだね。それを含めちょっと近々来年、だからもう今ぐらいからちょっと予約したら。そうだね、予約しないとダメか。そうしてください、はい、なるほど。てな感じでしたよ。いいですね、いい話を聞きました、うん、いい話、なんかちょっと勇気をもらった。そうです、うんうんうん、ありがとう。それ以外はどうですか今週。まあ、僕にはないかな。話すことはそんなにか。まあそうだね、話すべきこと、うん、うん、ないですかね。そうですね。そうですかね。うん、オッケー。はい。ではテーマに行きましょう。お願いします。はい。テーマ、今週のテーマは今年最後の皆さんからいただくね、テーマ。はい。ひぎしまりパイパイさんからいただいておりました。パイパイさん。パイパイさん、食べられなかったものということで。うん、はい。まあ、パクチーがダメでかもみたいなね、カップ麺の回で話してたけども、はいはいはい、まあ、そうやって、昔は嫌いだったけどとか、これだったら食べられたけど今も嫌いだけどみたいなのがあったら教えてほしいと、ね、うんうん、これはもうだってドンさんがなんか結構嫌いなものとか苦手なもの多いイメージがあるけど、どれっていう感じじゃないもんね大体。あ、でもいや本当に増えたよ俺は。あ、統合的に増えた。増えたっていうのは、あの、気づい食べられるものが増えた。初めて食べた。あ、食べられるものが、あ、なるほどね。食わず嫌いだったってこと、要は。そう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 。なんか昔は苦手だったけど今食ったら、あ、結構うまいかみたいな。そうだね。まあ、でもさ、ことだよな、だからな。え、まあ別にありゃ食べれるけど、なきゃ、まあ、なきゃないでいいは、まあ、増えたわけじゃん。うんうん、でもさ、マジこれうまいってなったもんあったりすんの？逆に、まあ、ちょっと前だけど、うん、俺納豆全然ダメだったんだよ。ああ、はいはいはい、はいはいはい、納豆がある瞬間からすげえ美味しくなったね。へえ、マジでで無理だったんだけど。ある瞬間からっていうのは定期的に食べ続けててってわけじゃなくて？じゃなくて、もう、久しぶりに食べてみたら、そうっていうこと？小さい頃とかもそうだし、まあ学生、高校生とかでもまあちょこっと食べたりとかはあったんだけど、うん、再チャレンジじゃないけど、でもやっぱ納豆ダメで、食感もそうだし、うん、味も。うん、いやー、これは好きになれないなーっていうような、まあ独特だからな、だったけど、そう、うまいと感じたのは本当ここ何年か前じゃないかな。普通に市販の納豆食って、あ、そう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 、うめえ、あ、うまいんだな納豆って思ったのは本当数年前だと思う。でも納豆もさ、なんかさ、いろいろあるじゃん、実際細かな種類がある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 だったり、でけえ粒がでけえのとかさ、ある、
そう、こ細けえのとか。俺はね、細かいのね、小さいのが好きだね。ああ、でかいのよりも、うん、小粒の方が好きだし食べやすい。でけえのとかさ、なんか藁に包まれてでけえのとかちょっとなんか、うん、食べづらかったりするよな。そうなんだよね。そうね。単純に食べづらい。うん、大粒の方は。うん、俺もそうだね。小粒がいいな。小粒。引き割りはちょっとやりすぎだけど小粒。引き割りはあのなんか潰してるっていうかあれ。なんかね、か。ちっちゃい刻んであるみたいな。そうそうそう、はい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 、あれそんななんだよな。あれもあれであの納豆巻きの中のやつみたいな。あ、はい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 、そうそうね、そうだね、そうだね、うん、いやまあ小粒の方が美味しいよね。まあわかる、ちょうどいいなあれな。へえ、なんか大人になるとやっぱベロがバカになってくるんでしょ。まあそれもあるんじゃないかな、やっぱ、まあ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 、なんかそのタイミングがあんのかな、ね、あんのかもしれない。でもベロがバカになってうめえとかじゃない、最高じゃない。いやまあそれは最高なんだよね。うん、いいことだよな。野菜もまあそういう感じだもんね。明らかにもっとなんだろう、受け入れられない、うん、受け入れられなかったから、それがね、まあここは食べとくかみたいなのがやっぱ出てきた。場所でな、場所でここは食べんとちょっとまずいかみたいな。ダセえ、ダセえかみたいな。ここ食べたらダセえか。そういう席あるよね。うん、あるあるある。ここでこれ食わないのちょっとまずい、あれだよなみたいな。ありますね。バカ、バカにされるよなみたいな、うん、あるよ、ね、はいはいはい、それは食べれるようになったね。それはもうほんと何でもだね、はい、なんだろう、本来だったらこれ絶対食えないけどっていうのでもいけるようになったかも、うん、であのトマトとか、はいはい、これ生のトマト結構ダメな方なんだけど、なるほど、まあまあいきますかっていうような感じには はいはいはい、なれるようになったね。なるほどな。トマトか。でもそれで言うと本当に俺もあんまり言ってない、俺サラダが好きだっていう派閥だったんだけどさ、うん、実は人参がそんなに得意じゃないかもしれない。ああ、あのいるね、うん、茹でてたり、うん、あとあのコンビニとかで売ってる、うん、あのスティックのサラダ、野菜スティックね、じゃない野菜スティックの、はい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 、最近麹味噌をついてるやつじゃない。あ、そう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 、あれの人参はいいんだけど、うん、なんか本当に生で人参の味がめちゃくちゃするやつ、あーあるね、とかはちょっとやっぱそのまま食べるのは苦手だったりはする。うーん、はい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 。でもまあ食べないとな、残すのもなんかそのオレンジだけガンガン残すのもあれだなと思って、うん、まあ食べるには食べるけど、なるほどね、ドンさんみたいにその一人でいたら多分避けちゃうかも、うん、ちょっと端にまあまあ別にいいかみたいな、蓋の裏に置くようなそう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 、でもいいぐらい。わかるわかるわ、うん、そう、ちょっとだから人参はそうね、そんな感じだったわ。二人さ、トロロはいける？あ、トロロはいいかないっすね。いかない。いや、俺、うん、トロロ苦手でさ、うん、苦手っていうかなんか食えないっていうか、うん、痒くなっちゃうんだよね。あ、口の周り痒くなっちゃうんだよね。そう、多分アレルギーだと思う。山芋とかね。昔食べた時にそう、トロロそれでダメで。うん、うん、それ以来食えなくて、で同じようにオクラもなんか同じようにダメだったの。なんかネバネバしてて、オクラもこれもトロロと同じだ、うん、一味だと思ってたんだけど、うん、この間オクラがあって食べたら食べれて、うん、あれ、うん、あら、どこ行った俺のそのカイカイワンと思った。はい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 、はい、そうだから、これなんかトロロはまだ試してないんだけど、オクラは今ちょっといけるようになっていう、うん、あ、へえ、うん、食べてみたらオクラうめえな。オクラうまいね、食感もいいしね、うん、そう、中の種とかうまさがなんか最近になってようやく気づいた。オクラうめえぞ。いかないな、オクラは。オクラ醤油で食べると美味しいよ。あ、そうなんだ、まあ、醤油、醤油が勝つぐらい、うん、そうそう、醤油が勝つぐらいで最初食ってった方がいいかも。あ、天ぷら、天ぷらが美味しかった。あ、天ぷら、あ、天ぷら確かにね、なんでもうめえわ、うん、そう、オクラもうめえ。でもオクラの天ぷらなんてトロロだけはちょっと暇だ。トロロってあの米とかにもかけて食うやつ？そうそうそう、うん、米とかそばだの、うどんだのなんか、はいはいはい、いろんな食い方あるよな、トロロ。トロロ、そのトロロそばとかトロロ うどん、うん、とかあるけどさ、牛タンにトロロついてきたりしない？ああ、あるね。牛タン定食とか。あ、あるあるある。牛タン定食。うん。あれって
何なのあれ どこでどうやってなのあれ分かんなくてさ、俺さちょっと牛タンにつけて食ってるとかあるんだけど、うん、あれって米にかけろのとろろなのあれ。あ、牛タンにかけるもんなのか。いや俺もちょっとあれ使い方分かんなくて。ご飯なんじゃないの。あ、やっぱりあれご飯なのか。多分ね、分かんないけど。いやなんか結構牛タン定食とかさ、うん、なんかあったら食べたいなっていう感じなんだけど、うん、結構とろろついてくんのよ。へー、あれはご飯にかけるんだ。困りますね。ああそうなんですね。そういうことされるとそう、あれちょっと悩んでたんだよね毎回。なるほどね。あとね、あ、マル君食べれるようになったの。食べれるようになったのは焼肉の時の、うん、ネギタン塩。あ、ネギだからっていうことで。そう、俺この前うめえうめえって食ってたな。そう、結構ネギがやっぱダメ。ネギ苦手なんだ。そうなんだ。なんだよね。なんかもうふにゃふにゃになってるか、うん、味噌汁とか、あ、鍋とかで、うどんで一生こう、うん、茹でられたネギとかね。そう、もうほんとなんか気になんないレベルのネギだったらいいんだけど、うん、結構ネギダメで、うん、そうか、牛タンし、ネギ、そう、ネギタンはあれシャキシャキのやつだもんね。そう、シャキシャキでもろじゃん、うん、あ、自分でかけたりもするよね。そう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 、うん、あれが結構苦手。あれもダメだったんだけど、はい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 、うーめえかもってなったね割と最近。そうなんだよな、割と最近。牛タンのネギ塩の牛タンは、うん、うめえうめえって。いやいや、 なるほどね。テッドさんもなんかダメだったとかじゃなくてね。ダメとかじゃないんだけど、うん、なんかあれ特になんかあれだけでご飯にかけてもいや、そうそうそう、いけるぐらいの味のつき方がうめえ。うまいよな。まあまあそうね、あれすごいよな。初めて感じたかもな。そう、ね、ネギうめえっていうのは、うん、あれが一番感じたかもな。そうね、うん、あれはネギがうめえのかタレがうめえのか、ね、ちょっとわかんねえよな。だいたいやっぱああいうのってさ、だいたいタレがうめえ、タレじゃん。タレなのかな、やっぱタレ。ネギもネギだけ多分あのまま、うん、食ってたらだってただ辛いだけだったりもするわけでしょ、うん、まあ確かに、うん、そうね。まあでもすごい成長してます。成長してますよ本当に。やっぱうん、これからまだまだだから成長できる部分いっぱいある。ああ、もうなんか全部食えるみたいな感じになるか。嫌いなものはありませんがやっぱいいよね。パクチーまで行ったらゴールか。パクチーはなんかね、その前ちょっと話になったんだけど。なったよ。パクチーはね、なんかやっぱなビールとかと一緒っぽくて、はいはいはい、あれは結構食ってると気づいたら必要としているみたいな感じらしいんだよね。なれるみたいなこと？うん、慣れるらしい。パクチーって。俺パクチーは。いや、そう、なんか最初は違和感あっても慣れると逆に入ってないと違和感が出るようになるっていうやつらしい。って言ってた。アクセントが必要とするときが、うん、そう、あれらしいってことか。うん。へー。はー。パクチーはちょっとまだむずい。パクチーはちょっとね、俺もダメかな。パクチー、うん、そうね。やっぱ独特だからね。あ、パクチーに関してはやっぱり来てて。かなり来てたよね。まあ苦手だって人が多い中で。うん、そうだね。うん、そのドンさんが言うように身から出たサビさんは、うん、なんかね、会社の一番近い先輩、うん、ちょっと好きかもって思った人が。うんうん、と一緒にベトナム料理屋さん行った時にパクチー食べて、はい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 、うん、いやもうめっちゃまずいみたいな、うんうん、ふうに思ったんだけど、その先輩はなんかもうなんてことないように食べてて、うん、でこれを食べられないと合わないと思われるからやだなと思って何度も通って頼んで慣らしていったら美味しく食べられるようになったって。いやなんかね、そうらしいんだよ。俺が聞いた話もベトナムだって。うん、もうどの料理にも入ってるみたいな。いや確かにベトナム料理は、うん、全部パクチーでしょ。そうだね、絶対に入ってるって言って、うん、でもそれ食べてたら慣れちゃったって言ってた、そうね、うん、ベトナム料理屋さんだからパクチー抜いてくださいって言わないと、うん、ね、日本のだとそうだよね、うん、パクチー抜きとかっていうのやっぱあるもん、うん、
できるできる。やばくちちょっとでもやっぱわかんねえな。わかんないよねまだね。全然わからんもん。なくていいなと思っちゃうもんね。まあ、そもそもベトナム料理をなかなか食べる機会がないっていうのもちょっとあるかもしれない。ないね。うん。他にもじゃあいろいろ紹介していきましょうか。はい、黒騎士さん女性の方、はい、定番かもしれませんが私はナスが食べられません。おナスグニャグニャしてあの食感が慣れず、周りには麻婆ナスの良さを伝えられますが上に乗ったひき肉だけご飯にのせて食べてます。ナスこう食感苦手って人は確かに聞いたことあるな。グニグニするしね。ナスはでもうめえけど なうめえなうめえな。バーベキューでナス焼いて食うの好きなんだよね。はい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 。ああ、おひたしとかもうまいよね。うまいね。おひたしか。うん。うまいと思うわ。あ、極寒釣り師さん女性の方は、はい。柚子胡椒が苦手ですと。あら、来ましたね。来ましたね。うん。ペイさんも苦手とお聞きし、分かると思いました。はいはいはい。あ、私の場合柚子が苦手というよりも柚子胡椒が苦手。あ、へえ。独特な香りがして好んではやりません。柚子が苦手っていうのずっと言ってるけどさ、それはもう子供の時にからずっと苦手ってこと？小学生の時に給食で柚子ありのサラダが出て、それ我慢して食って吐いたの。はあ。そっから我慢してっていうのは柚子が嫌だから我慢したってこと？まずってなって、うんうんうん、でもあの食べなきゃいけなかったじゃんあの時代小学校の時に。で食べて、で休み時間終わって5時間目に我慢しきれず吐いた。そっから、ダメだってなって。でも、もともと苦手だったってこと？もともとそう小学生の時から苦手でも今はそんなに吐くほどではない、うん、美味しいとは感じない。別にアレルギーとかそういうのでもない。あ、違う違う。でもなんか、うん、ペイさんの柚子が苦手っていうのってさ、うん、知ってからさ、うん、柚子っていろんなとこで出てくるね。意外と入ってるよね。ふとした瞬間に柚子使われてるの、うん、なんか当たり前なんだろうけど、うんうん、もう当たり前になっちゃってるから、うん、書いてない時あんのよ。ああなるほどね。柚子のせ、柚子風味とか書いてなくちょっとだけ切り取られた柚子がちょろっとなんか上にあるみたいなね、はいはいはい、おしゃれですよみたいなので皮が乗ってるとか、うんうんうん、あるね。香り付けでね。そう、うん、だからなんか当たり前になっちゃってんだよねこの世の中、うんうんうん、匂いもダメなの？あ、匂いは大丈夫。あのなんか柚子 お風呂に入れる時あったじゃん。お風呂そう入れる柚子 あるね。あれは大丈夫、うん。なるほど。やっぱ口に入るのがダメっぽい。ああ、なるほどね。うん。そういうことなの。そうなんですよ、ゆずは。ゆずポンもダメなんだっけ？ゆずポンもそんなに好きじゃないけど、なんかポン酢柑橘系じゃんポン酢って。あ、まあ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 、もともとね。うん。もはやどれがゆずかも分かんないあのポン酢の味が。おへー。ああ、まあ確かにそう言われるとそうなのか。すだちポン酢とかになっても、うん、あ、なんだこれ、ゆずっぺーなみたいになって、あ、なんかうわっみたいになるポン酢が結構ある。あ、ゆずポン、むしろあんまり食べたことねえかもな。意外とコンビニの何かについてるのは大体ゆずポンなんだ。あ、そうなんだ。ゆずのマーク書かれたりするなあれな。そう、あの裏見るもん俺で、ゆず果汁って書いてあったりすると。あ、俺もでもゆずポンはそんなにかもな。なんか、うん、そんなにかもな、うん、ちょっとね。次ましてアメさん女性の方、はい、はい。私がつい最近食べられなくなったものはカルビです。おお。年を取るにつれて油に弱くなるとは聞いてましたが、私もついにその瞬間が訪れてしまいました。まあそうだよね。あ、あれ食べられなくなったものだっけ？これは食べられなくなった。食べ、どっちでもよかった。あ、どっちでもいいんだっけ。そう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 。食べられなかったもの食べた、うん、そうだね。どっちでもいい。食べれるようになったもん。うん。食べれなくなった。まあそうね。カルビはもう、まあそうだね。まあちょっと油がね。脂身多いところは避けるようになっちゃったね。悲しいよなんか。ね、なんかとりあえずハラミみたいになっちゃったもんね。うん。でもね、あれ前も話したけど、なんか肉よりも俺魚の方が早いわ。あのダメになるのは油、うん、お腹いっぱいになるというか、まあ、確かに油乗ってる
もんね。もういいやってなる速度は魚の方が早い。そうね、魚の油結構きついよな。きついよな、うんうん、魚の油は本当に結構ある。好きなものが結構やっぱサーモン、トロサーモンとかさ、中トロとかさ、はい、そういうのが好きだから、うん、先にそういうの行くと割とサーモンすぐだよね。すぐすぐです。そうね、うん、意外と効く。あと最近じゃないけどちょっと前に焼き鳥のぼんじりとか、うん、はい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 、ちょっとこう油強めのやつが、うんうんうん、案外あこれヘビーだなって思うようになったな。焼き鳥ね。あ、焼き鳥、俺だから鶏皮食えなくなったらどうしようって震えてる今。あうめえよなでも後半に食べる鶏皮結構来るよね。来るね。今は来る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 、うん、そう先に行きたい。あれ、うん、いやだからやっぱ油で、そうだね、いろいろいけるいけないが出てきちゃうんだってなるとやっぱ寂しいよね。いや寂しいというかなんというか、別にそれなくてもうめえからいいんだけど焼肉とかも、うんうんうん、そう。でもなんかすごいいいやつですこの肉みたいなのが、うん、白真っ白だったりすると、いいやつですってさ、だいたい油乗っててうまいとかさ、そうねってなってくるもんね。そうきちいなってなってちょっと尻込んじゃうわ。まあわかる。風の谷のマウシカさん、はい、私の食べられなかった、テーマ、私の食べられなかったものはレバーです。あ、はい、うん、食べられなくなったきっかけは我が家のお好み焼きにはオーソドックスな定番の具プラス、親もつ、親もつ、親もつ、金柑、レバー、砂肝などのもつ系が入ってる。あ、お好み焼きに、我が家ではそれが当たり前だったので疑問に思ったことはなかったんですが、レバーだけは噛んだ時のグニャッとした食感とまとわりつくような生臭い匂い、苦いような味、どれも苦手になってしまい子供のからレバーだけは取ってお好み焼き食べてました。まあ今でもなんかちょっと苦手意識はある。わからなくはないかな。ちょっと血生臭いというか。レバーは俺も食わないな。聞いとき、うん、結構でも頼むかもな。レバーは美味しいなって思う。なんかちょっと場所によっちゃ。そう。いやでもマジでそうかも。からお肉屋さんによって。だからちょっと怖くて差がめっちゃ出そうな気するね。なんかそう、美味しいとこ美味しいんだよ、ね、あのさ、美味しいとこのさレバーの食感ってどんな、うん、同じ食感は同じ、食感は同じかな。ちょっと柔らかめで、うん、なんていうのあの食感、もちゃっとするような、なんかさベロに なんだろう、こすりつけられるみたいなさ、なんかなんかもっしゃもっしゃって感じするよね。もにゅっていう感じ。そうそうそう、俺それがちょっと苦手なんだよな。あ、まあ、肉食ってる感は正直ないね。ああ肉ではないからな。そう、はいはいはい、まあ、レバね、まあまあわかる、うん。続きましてフラスタニーショさん、女性の方、はい、はい、私が食べられないものですが、これね、食用花、食用花、どういう読み方なんだ、うん、今花、うん、食用のはんです。ほう、エディブルフラワーとして栄養価も高く、私も仕事で料理に添えたりもしますが、うん、道端に生えてる花感があって食べられません。エディブルフラワーって何、何、エビ、エビ、エビ、エディブル、あ、エビじゃねえか。エディブルフラワーは食用、あ、これ同じなんだ、食用花、食用花のこと。たまになんかサラダに入ってたりするよね。いや俺あんまめったにこういうサラダ食わねえな。食わねえな。でもなんか入ってるような気もするな。ある、なんかつぼみの部分とかが入ってたり。これ何、食用、味があったりとか、なんか栄養、食用ってどういうことなんだろう。この花は食べれますよとかじゃなくて、食用に育てられた、いや、どうなんだろうね、そういうことなのかな。食用、農林水産省のガイドラインに基づいて食用として安全に栽培された花のことを食用かというらしい。化学農薬不必要、 不使用とか、うん、そういうことなのか、これもだから基本彩りってことなんじゃないのかな。彩りだと思うだよ ね多分ね、うん、あ、でも食べちゃう、食べちゃう、食べてもいいよみたいな、はい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 、
え、あのスーパーのタンポポとは違うよね。あのタンポポ食べていいの？あれ食べちゃダメじゃないの？スーパーの刺身とかについてるタンポポあるじゃん。あれは食べないんじゃないの？あれは食べないよね。あれ何？食べないんじゃない？食べたくねえわ。あれなんか彩りってことじゃない？あれこそ彩りか。バランみたいなもん。バランがかな。うん。あれタンポポ、タンポポじゃないらしいぞ。あれ何？あれタンポポじゃないの？実はタンポポ、あ、じゃ待て待て、食用菊って書いてあるわ。ああ。だから同じなんじゃない？菊なんだ。うん、同じエディブルフラワーじゃないの。あ、そうなんだ。じゃあ、あれも食べて、なんて言った？エディブルフラワーだろ。エディブルフラワーか、あれ。あれが。じゃない？だ食べられるんだ、あれ。あ、そうなんだ。へー、いいんだ。いいらしい。まあ、なんかつけてくれればいけそうだな。まあ、大体醤油だろ。いや、でも醤油かな。どうだろう。まあ、マヨでもいいよ。ね、マヨの方がいいかも。一対一。でもそこまでして食わない。いや、そうね。うん、それマヨなんだよ。もうじゃあ食わねえよ。一対一でなら食えるね。へ、うん、えー、いや、そうだね。あんま食べる機会がまずそもそも限られてるよ、ね。続きましてサムスンギさん、女性の方。はい、はい、私が食べられなくなったものは一部の乳製品です。ほう、うん、小学校の頃は牛乳で給食で出てきた 200ml のパック牛乳を飲んでも平気だったのに、二十歳になってから体質が変わったのか牛乳を含む一切の乳製品がダメになってしまいました。あら、あれ、大学生の頃朝ごはんにパンと健康のために牛乳を飲むという生活をしてたんですが、うんうん、1時間目の授業中にやたらと腹痛下痢に襲われ、何がダメなんだといろいろ試したところ最終的に牛乳がダメなんだと気づきました。あー、へー。その後はミルクティーや丸々ラテ系を飲んでもダメで、あ、カルボナーラもダメ、あら、コンビニのグラタンもダメ、つらい、つらい。ただ、アイスやケーキは大丈夫、牛乳は低脂肪乳ならまだいける、ヨーグルトは脂肪ゼロならいけるとか、いろいろなんか限度があるみたいなのに気づいたと。だ、牛乳がダメになっちゃう、なった人が結構いるみたいね。ダメになるがあるんだ。乳糖不耐症っていうのかな、このオフィスレディヘベレケさん、男性の方も、うん、その牛乳がちょっとすぐお腹壊しちゃうね。お腹壊すはわかる。お腹壊すはね、確かに、うん、前ほどじゃないけども、うんうんうん、昔はすごく多かったな。やっぱ ね、その学生の時ってやっぱ朝牛乳飲んじゃうと本当に、そうだった、マジでそうだった。お腹痛いってなってたけど、今なかなか飲む機会もな。牛乳自体飲まなくなったな。牛乳って飲んだ方がいいんか？言われてたけどね。子供の頃だからめちゃくちゃ飲んでたもん。牛、なんだろう、何を取ってるの？牛乳、カルシウム、カルシウムとは、カルシウムとは聞くけど、聞かねえっすね。ずぶん、カルシウム取りなさいっつって牛乳飲んで飲まされてたよね。うん、そうだよ。そうだった。骨が強くなるから。骨太元気くんみたいなのあったもんね。うん、あと鉄分もそうじゃない？あ、そう、鉄分か、うん、鉄分って重要なんでしょ？立ちくらみ、お、貧血とか、貧血、鉄分だっつってね。俺鉄分足んねえのかな。鉄分は大事な気がして、俺も鉄分のサプリ飲んでるけど。おお、なるほどな。まあ牛乳以外でもいけそうではあるよね、うん、まあまあまあ取ろうと思えばね。うん、うん、続きまして、大川さん、女性の方。はい、今回のテーマ、私はマンゴーです。マンゴー、小さい頃に初めて食べた食感、感想がなんか石鹸食べてるみたいと思いました。はい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 、そこからずっとマンゴー嫌いだったのですが、大人になって初めての沖縄旅行で本当に美味しいマンゴーを食べた時、ものすごく感動し、今思えば私は青森出身なので、地元で売っていたマンゴーは全然美味しくないものだったのだなと思います。今はもうマンゴーがナンバーワンです。ナンバーワン、マジか、本物あるの？うめえやつ食ったらうめえってなるのかな。でもありそうだな。あれ、宮崎とかってマンゴー、宮崎はマンゴーだ ね、俺うめえマンゴー食ってるな、うん、じゃあ別にうめえと感じてる？マンゴー、あ、うめえとは感じてる。
マンゴー、うん、俺もでもあんまマンゴー行ったことないかな。俺もねマンゴーそんなに、マンゴープリンとかそういうのでしか食べてない。はい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 。それこそさニチャニチャするじゃんマンゴーって。ああ確かにそうだね。それでなんかうーんなるほどマンゴーっていう感じで、うん、あんまり進んで食べないな。高級感あるよね、マンゴーって。ああそうだね、南国の食べ物で。ちょっと実際宮崎とかってそういう感じの、まあ、売り方っていうとあれだけど、うん、なんかこうブランドな感じにしてるよね。そうね、ああだからまあ食べる機会はまあ言うてないけど。いや言うてない、うん、確かに、うん、ちょっとでも気になるな。ちょっと本物食ってみてえな。そのそうだね、うん、本物のマンゴー気になります。でもそっち行かなきゃダメか。まあそうだね、ドンさんの一番兄ちゃんに頼んで。では言えば多分アツシに頼む。アツシ送ってくるんじゃないかな。アツシさん頼みますわ。マンゴーちょっと本物のマンゴーを経験させてくださいって言ったら、うん、1個くらい送ってくれるかな。いや送ってくれると思うよ。いやいやちょっと行ってみよう。ちょっといい？直接？直接。ドンさん経由しないで。経由しないよ。ああじゃあ宮崎まで行って。宮崎まで行って。DM か。DM する？うん。DM する？DM か、リモートだけ呼ぶ、直、うん、ツイッチのチャット欄に書いてきなよ。あ、そうか。配信中、ね、お世話になってます。おいおいおい、マンゴーよこせ。ドンさんちにマンゴー送っといてもらえませんかっつって。そうか。そうか。じゃあチアを送ろうかな。あ、マンゴー代ね。そうだね、マンゴー。そうだ、マンゴー。いやでもそう結構高そうだもんね。うわ、いい値段しそうだね。だ確かに高そう、うん、結構。なるほどな。うん。タイムさん男性の方、はい、僕は食べられなくなってしまったもので送らせていただきます、はい。僕が食べられなくなってしまったものは、ほうれん草のおひたしになります。ほう、簡単に言うとアレルギー反応。あら、うん、ほうれん草アレルギーってこと？マジか。21歳の頃自宅の晩ご飯にほうれん草のおひたしが出てきたので僕は、うん、毎回思うけどほうれん草のおひたしってベロが痒くなるよねと言うと、うん、両親がえっとポカーンとした顔で僕を見てきました、うん、僕は21年間ほうれん草のおひたしはベロが痒くなるものでこれをみんな我慢しながら食べているものだと思っていました。あ、はい、親にそれアレルギー反応かもしれないと言われそれ以降ほうれん草が出てこなくなりました。なるほど。 ある時会社の社食でほうれん草が入った卵の炒め物があり食べてみると、うん、痒くありませんでした。あれ、おう、なので治ったのかもと思いほうれん草のおひたしを食べてみたが見たら、一口目からベロが痒くなってやめました。あれなんかおひたしに何かあるのか、の仕方なのかな。ほうれん草じゃなくかもね、もしかしたらね。どうなんだろうね、ほうれん草と醤油の組み合わせが悪いのかどうなのかみたいなことまだ分かってないらしいんだけど、うん、おひたしっておひたしって何浸されてんだよ。浸しただけ醤油え、あ、どうなんだ、何してんだあれ。おひたしって 何に浸してんの。だしだし醤油ベースのだし、だし醤油茹でて浸してる。うまいよな。なんか俺あのキシキシになるのがいいなって思ってたんだけど、なんかあのほうれん草のおひたし食うとさ歯キシキシになる、うん、分からん。まあ、全然わからない。ちょっとわかる。ちょっとわかる。俺ね、うん、おひたしダメ説あるんだよな。もう本当。俺ほうれん草行かない説あるから。最近食えてないけど。行っちゃダメ説あるから、ね。給食でおひたしとか出てたじゃん。給食あった。俺ダメなんだよね。どうさ、あのおひたしと違う。あ、違う。うん。あ、違う。あれはなんか本当に素材に全振りしてるおひたしだったと思う。あ、ほんと給食のやつ。俺もあれはなんかそんなに美味しいとは感じなかった。味のおひたし、なんかね、なんだろう、もう受け入れられなかった。俺はあのおひたしというものが、俺もそんな食わなかったけど、オリジンかなんかにあったのよ、ほうれん草のおひたしが。うん、それ食べたらまあ単純に味が濃かっただけなんだけど、はん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 、すげえうまかった。うまいんだ。いや、ほうれん草がうまいよな。ほうれん草はうまい、ね。ほうれん草はうまいな。いや、そうなんだよね。うん、いいんだよな、ほうれん草。かわいそう、鉄道さん。うちの母ちゃんとかはさ、うん、ほうれん草と卵とバターで、うん、焼いたやつ。あの、焼くっていうか、炒めるか。
ガスとかなんかファミレスにもあるよね。そう、ガストあるやつだね。あるよね。そう、あれがうめんだ、母ちゃんの作るやつが。なんつ、あれなんつんだあれ。いや、キッシュっていうか、ただの本当炒め物だよね。炒め物、ソテーか。ソテー。バター炒めか。うん、塩コショウそれに振って卵絡めてみたいなの、うーまいね。あれうめえ。いいな。え、なんかなんか避けれる道あるんじゃなかったっけ。いや、なんかしたら大丈夫。ほうれん草何かすれば大丈夫みたいな。ほうれん草に多分シュウ酸が入ってて、なんかしたら大丈夫なんだけど、うん、とはいえやっぱ身構えちゃうね。どうしたってそうじゃないって言われても、まあね、最近あんまないね。そうね、まあでもあのこのクリニックの結果でもその石はあれだみたいな結果はちゃんと出てますから。何でも知ってんだ。じゃあ何でも知ってる。全部バレた。俺の石のこともバレた。隠してたのに。マジか、バレるんだ。バレる。石ありましたねって、うん、え、石を生成してますねって言われるの。石製造機がここに。石製造機ってパープルのなんか特性みたいに出てた。金徳でありますよ、ここに石製造機なんて。マジか、ありますか。ウィーンってなってますよっていうので、まあ、バレてるから。バレるんだ。うん、水を飲んでます、これ以来。ああ、たくさん。いいですね、水は大事だね、うん、なるほどね。でも、もう、え、前石ができてから何年経った？でも1年あ、まだそんなか。あれ3年ぐらいないかなって思ってたんだけど、そんなことない。ある、あ、あると。1年もうちょい経ってんのかな。あれ、なんかあれ前雑談で話してたのって、なんか来たかもっつって、なんかそこ病院行ってみたいな感じだったよね。なんか最新はちょっと黙ってたよね。黙ってるのもあったね。だからその言ったのか言ってないのかもう覚えてねえんだよな。ああ、いや3回ぐらいは聞いたと思う。もっと前だったかな。あ、いやでも、うん、1年ちょい前ぐらいにはあったような気がするな。あ、マジか。え、言ってないの。いや、言ってないのもだからあるのかもしれないけど。割と生成されてたんだね。秘密結石がある。秘密の石。秘密の石が。ハリー・ポッターと秘密の石。やめろ。賢者の石をその石にするなよ。あるかもしれない。秘密の石あったのか。あったのかもな。ちょっと覚えてない。まあちょっと慣れ出してるっていうのもあるし。そうだね。自分でも対処して、あとは怒ることは全部同じだからさ。はい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 。え、初が何歳だったっけ？それこそ40ぐらい。40ぐらいか。いや、もっと前じゃない多分。あ、じゃあ今ぐらいだ。俺らぐらいだ。かもしんない多分。え、その あれかな、人間ドックで俺らの可能性は指摘されたりすんのかな。もちろんあるかもしんないね。わかんないよそれは。あれ、それってさ、怒らない人もいるんだっけ、うん、石が生成されない人、されない人も面白い。あ、これはもう本当そういう、うん、うん、でも一族、うん、うんっていうか体質なんじゃない。え、でも一族のあれもあるんでしょ。俺はそう、石の一族だから、父親が石のもので、俺も石のもの。ああ、うん、遺伝するっちゅうことだよね。遺伝してる、石を受け継いでるから。うちあんまり石ができたっていう話題にはなって、うん、一回もなったことないから、分かんない。秘密の石かもしんないよ。でも秘密の石でも一回目ってどうしたって秘密にできないんでしょ。ねえ、どこが言ってるかも分かんないぐらい。なんか、うん、その生まれる前に石患ってて、うん、あとは秘密の石にしてる可能性ももちろんあるからね。そういうことか。ああ、そうか、うん、それ困るな。ただ秘密にできねえぐらい家族にはいてえって言ってるだろうけどね、多分。あ、まあそうだね。な、石ができてたら、うん、実はあんたってなるのか、その時。分かんない、どうなるのか。まあでも、いや、ちょっとやだな、うん、それも。どうなるかわかんね。うん、他はモフモヒーさん、女性の方。はいはい。私が食べられなかったものは昆虫食です。昆虫食。昆虫、ああ昆虫、昆虫、昆虫ね。ここ最近かなり話題に上がることも多く、テレビや YouTube でも見かけることありますが、実際に目の前に選ぶとやっぱり虫だなという感じで手が止まってしまいました。食べる必要がないよね。いや、俺もこれはいけない気すんな。俺ももうもうだね。別に必要ないもん。必要ない。でも確かになんか定期的に流行るというか、生き出す感じあるな。いや、絶対無理だわ。うん、無理だな。セミとかも無理。小さい頃前もなんかこの話題になったような気がするな。
なったね、イナゴの佃煮。あ、そう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 、あれ。いやでもね、イナゴの佃煮は実際俺食ってたわ。俺も食ってた。おいしかった。うめえかもっつって食ってたかも。なんか今も食えるじゃん。いや今はもう、やっぱ見た目でダメになっちゃってる、うんうん、ちょっともういいかな。虫と距離置きすぎたからちょっともう無理だわ。そうだよね、うん、虫ほんとちょっと嫌だね。あ、本当にあれなんか栄養価が高いの？そう言うけど、ね、他でどうにかあれ本当なるでしょ。あれもカルシウムじゃなかった？あれもカルシウムなんだ。え、じゃあ俺牛乳飲むよ。なんかそんな話カルシウムが豊富なの、これカルシウムだよみたいな。そうなんだよ。だから手頃にカルシウムが取れるものっていうことだね。あ、まあ手頃か。手頃？タンパク質が多いんじゃなかった？あ、タンパク質。なんかサバイバル系のやつでタンパク質豊富ですみたいなさ、ディスカバリーチャンネルとかでやってた気がするわ。なるほど。なるほどね、タンパク質、貴重なタンパク質ですって言って食べてたもん。そうか、だから取る手段がなかった場合にはそれが一番なんか手っ取り早いというか、そうね、豊富なんだね多分ね。うーん、いや、メインにはなんないよね。そうだね、さすがに。そうですね、そうですね、すいません。そうだな、うん。続きまして、私の心にハッピーターンさん、女性の方。はい、はい、私が唯一食べられなかったハッピーターンが東北限定のずんだ味ハッピーターンです。ずんだ味のターン。ずんだ。旅行した際に、ご当地のハッピーターンを食べるのが一つの楽しみですが、そもそもずんだが苦手で唯一食べることができませんでした。うーん、あ、俺もずんだ苦手だわ。食べたことない。俺も食べたことねえかも。本当、うん、ずんだ餅とかっていうのは有名だけどね。有名だ ね、 聞くね。え、枝豆味なの？枝豆味。そういうわけでもないと思う、甘くはしてるけど、うん、うん、もう豆豆しい、すごい。あ、そうなんだ。そう、ずんだ苦手なんだよな。ずんだ餅しか知らないわ。その名称聞いたことない。俺も確かにずんだ餅以外に何、うん、ずんだの何みたいのはあんまり聞いたことないね、うん、ずんだ餅以外、うんうん、何すんだろうね、ずんだ以外。よくわかんない。なんかスナックとかにもなってたりするのかな。あ、ね、あ、まあまあずんだ味の何かみたいなね。あ、ずんだシェイク、なんか有名だよね。ああ、有名だね、東北の、なんか仙台駅に売ってんの。そう、仙台駅に行った時になんかこれ有名ですよって言われたけど、俺ずんだが苦手だからっつって、あ全然ピントも来なかったわ。ちょっとずんだ餅は挑戦というか、まあ、食べてみたさはあるね、うん、一度は。今でもダメ。そら豆も俺同じ理由でダメかも。あ、そら豆俺ダメだったな。ちょっと足っぽい雰囲気しない？あ、足の匂いっぽい雰囲気しない？足の匂い。そら豆意味わからんわ。そら豆ちょっとよくわかんないかも本当に。あ、まあまあまあ、わかる。何なんだろうってなる、あれ。でけえし、ね、でちょっと怖いよね。すげえ豆だし、なんかすげえ豆だね、うん、すげえ豆。枝豆とかは全然いいのにな。枝豆、うん、そう。枝豆はまあ確かに。そう。そら豆がなんか、やっぱ豆しすぎてダメなんかな。俺もダメだったな、そら豆は。枝豆感覚で行こうとして。いやー、わかるわかる。全然無理だったわ。そうなんだね。うん。あれ全然違う。ちょっと柔らかいしな。うん。はいはいはい。マルガリゴーキさん、男性の方。はい。ワサペサテトさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私は栃木出身なのですが、郷土料理の下つかれは今のところ苦手な料理の一つです。下つかれ。下つかれで出る。あ、なんか出てきた。なんだこりゃ。下つかれ。美味しそうにも見えるけど。下つかれ半角ゲロって出てる。やば。さまざまなレシピがあると思いますが、基本的には酒粕が使われていることが多くて、その香りが苦手で食べられなかった。あ、本当だ、酒粕か。栃木。下疲れ、確かにまずいとかも出てくるな。下疲れはなぜまずいんでしょうかっていう関連する質問一番上にある。そんな別にまずいだけじゃないでしょ。独特で生臭く感じることがあるんだって。あー、そうなんだ。生臭いちょっと、まあ、郷土料理なんてそんなもんだよな。でも
酒粕な、うん、酒粕ってあんまり酒粕って何の感じたことないな。何俺なんか苦手だった気がするな。酒粕酒粕酒粕って何に使う。甘酒以外になんかあんのか。漬物とか。甘酒か。甘酒がそもそもそうなんだ。ああまあそうね、ダメなんだよな、ね、甘酒あんまり。東方の頃よく飲んでた気がするな。なんかあったよね、温まれみたいな。あうん、正月とかもなんかそうあったよね。ねあった気するわ。どうだったかな。今もでもめったに飲まないな。うん。続きまして、はい。あたいのハープーンさんかな。はい。うん、私が食べられなかったものは熊肉です。熊の肉。食べたことないかな。どうだろう。臭そう。ね、ちょっと獣のこれまで、鹿、イノシシ、キジなどを食べてきましたが、熊肉だけは胃が受け付けませんでした。ほうジビエは鮮度はもちろんのことかなりピンキリでして自己責任の部分も大きいので一概に美味しくないとは言い切れないんですが、私が食べたものはかなり獣臭くて厳しかった、うん、あでしょうね。熊の肉、ま、どうなんだろう。確かにちょっときつそうな感じするな。そうだね。うんあんまり合わないよね、その料理屋さんで熊肉ありますってとこないかないよね。ないね。増えるところってめったになさそうだよな。うん、なんかほんとその土地その土地にあるっていう感じこそ、うん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 、簡単には食えないよね。そうだ、うん、あんま変わった肉食ったことないな、イノシシ肉とか。あジンギスカンとかはあそうだ ね、まあ、そうね、その辺ぐらいだね。続きましてエリザベスさん、女性の方、はい、はい、私が克服したものは、はい、サザエ。特に殻から外してあのブリンとなったあの先っちょの肝、黒いとこね、黒いとこです、はいはいはい、うん見た目がちょっとあれなこともあり食わず嫌いでした。食べたきっかけは仕事でお世話になってる方とちょっとお高めな食事をした時、うまいぞと向いてくださり、ありがとうございますといただいた場合手をつけないわけにはいかず、少しお醤油多めにお口へ放り込んだらコリッとした食感で美味しかった。あそうなんですか。見た目はちょっとあれだけど、そうだね、うん、美味しかった記憶あるな。あほんと。いや、うん、俺あんまり今でも苦手でしょ。なんか苦い苦い、うんうんうん、よね、苦いっていう感じで。俺どこで食ったっけな、なんか美味しかったんだよな。いやドンさんがうまいって言ったの確か、うん、イベントで、イベント、なんかイベントで打ち上げかなんかで食ってたの見たことあるな。なんかそどっかで食ったのが、いや うまいなと思ったんだよな。広島とかかな、かな、なんか牡蠣も出てきたとこかな。あ、牡蠣だ。じゃあ広島の方かもな。なんかそういうの食ったの多分広島な気するけどな。うん、なんかうまいわっつって一口で全部食ってた気がする。あ、そう言われたらなんか食ってたかもな。うん、うまかった記憶あるわ。そうかも。意外と貝類いける、いけるものはいけるんだよな。はあ、なんかね、あの八戸行ったことがあって、はいはい、はい、青森ね。そう青森、あそこのなんか、うん、市場みたいなところ行って、焼いてそのまま食べるみたいなのを確かにやったことがあって、はいはいはい、それいやすげえうめえなってなって、そっからちょっとなんか苦手意識は、はいはいはい、まあ、何にしたって薄いというか、本場というか取れたてはやっぱさ、うん。うん違うよね。違うね、うん、めちゃめちゃ美味しかった記憶あるわ。なるほどな。続きまして、あ、そう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 、発色センターって言うんだっけ。あ、発色センター、なんか行ったわ。そんなとこがあんだ。うん、有名なとこだ。有名なとこか。うん、ラストかな。ボブ太郎豆さん、女性の方、はい、食べられないものは、ズバリ人参のグラッセです。何グラッチ。人参のグラッセ、グラッセ、グラッセ、グラッセってグラッチェ、グラッチェとは違う。グラッチェ、グラッセ、グラッセって何。あのコロコロ、あれ、棒みたいな、あれじゃないの、ハンバーグの横についてるやつじゃないのこれ。あれグラッセっていうの。あ違う、あ、いや、わかんない、形、あ、違うか。ステーキとかのあれやつ、甘いやつだろ。
甘いね、すごい甘い。濃いような、うん、あ違うか、なんだこれ。あれじゃないでも多分そうだよ。やっぱあれ？あるよ、こういうなんか角が取れた人参みたいな。ね。丸みを帯びたやつ、コロコロって一つ二つ。あるよね。あれね。うん、あるある。あ、それだ。はいはいはい。あれか。うん、甘いやつ。なんか、うん、驚異的な甘い中にちょっと人参の青臭さが際立ちってもうダメだった。あれぐらいだと人参感なくなるっていうイメージ。でも確かにあれ逆にあれぐらいだったら全然いいかなって。うん、あれ全然いけんだよな。うん。大体あれとコーンとかがなんか一緒に。そうね。うん、でちょっとそうほうれん草が。そうね。人参とあ違うバターと砂糖で煮てんのか。ああそりゃ甘いか。甘々なんだねだからね。ああ。なるほどな。へえ。そういうことらしい。あれそのグラッセって名前なんだあれ。グラッセって名前。うん。らしいな。初めて知ったわ。うん、初めて知ったかも。知りました。だけで皆さんいろいろ送っていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では普通のお便りもいくつか紹介させていただきましょう。はい。まずはマトン姉さん、女性の方。はい。はい。トサンペンさん、テトさん、こんばんは。こんばんは。前回の放送について、磁気ネックレスを彼女にプレゼントしたら周囲からも白い目で見られたみたいなお話を聞き、ああはいはい、喋ってなくなったんね、磁気ネックレスの見方をさせてください。おう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 。私は今年の誕生日自ら望んで磁気ネックレスを買ってもらいました。おお。コラントッテというブランド。コラントッテってかっこよく聞こえたけど、肩こらないでっていう。ねえコラン。ねコリ。デザインも可愛く医療機器認定されているためか約半年で、つけたらガチガチの何度も引きずっていた肩こりも解消されています。うんうんうん。ペアでつけても可愛いデザインが多いのでぜひ興味のある方は検索してみてください。あれなんか思ってるよりおしゃれだけど。コラントって。コラントって。うん。そうなんだ。ちょっと見てみよう。なんかもっとあれかと思ってた。もっとなんか色がついてるとかさ。あいや結構いい値段するぞ。本当だ。さすがにね。結構おしゃれだな。これおしゃれだね。へえ。かなりおしゃれ。想像と全然違った。うん。本当だね。なんか遊戯王みたいなマークがついてる。遊戯王型のね。うん。あ本当だ。三角形のやつもあったりするわ。三角形。まあムーっぽいのもある。へえ。なんかこれなら別にまあ家とかなら。うん、まあ、だから要は内緒で買って渡すもんじゃないってことじゃね。うんうん。ちゃんと欲しがってとかこれいいよっていうのでなんか渡すのがまあいいでしょうってことでね。うん、うん、確かに。実際にいいのかな肩こり。そんなにどうなの。どうなんですかね。分かんないよね。こういったものって結構昔からあるじゃん。あるね。肩こりがなくなるとかさですね。どうなのか実際そのピンとこないんだよな。まあでもなんかね、磁石の磁気の力で血行良くしてとかっていう話だもんね。うん。でもコラントって愛用してますよ、芸能人とかアスリートの人。ああ、でもそうだな。うん。どうなの？PR じゃないの？ハッシュタグ。もう可能性はあるよ。かな。ああ。医療機器認証の磁気ネックレス。まあ一応ちょっとそうか。でもここでいや気になるなっつったらあれだな、12月にプレゼントされる可能性あるから確かに。でもそれにしちゃいい値段すぎるな、ちょっとな。あさすがに高いか。お試しでやるにはちょっと高いよな。高い。ちょっと高いね。2万。いや2万5千円ぐらい。いやするなあそれは。ちょっと無理か。ちょっと行きづらいな。ちょっときついか。でもにそんだけするってことはあいいのか、まあね、かな。いや分からん。誰も信じない俺は。うん。なるほどね。いろいろ調べてる。でも気になるやっぱり。なんかすっきりするとかなら、言ったらつけ得でしょ。まあつけ得じゃないね。そりゃ、うん、いやまあ別にその2万払ってるけど、
でも本当にやっぱさ肩こりひどい人ってやっぱ2万で治るなら安いぐらいに思うんじゃない？まあね。そうだね。うん、本当に気にならなくなるとかだったらいいけど。そうだね。分からんね。ちょっとこれはね。ちょっと分からん。この世界にあんまり行ってない。あんまりものをつけないから。そうなんだよね。時計ぐらいしかつけないから。マジでどうなんだろう。いやマジでちょっと分からん。本当に分からん世界だ。ちょっと試してほしい。ちょっとだから。つけてる人が他にもいたら商品名伏せるからなんか送っていろいろ伝えてほしい、教えてほしい。そうだね。よかったですよ。よかった。全然ダメですよ。ね、そう。シャブ PR。続きましてアラサーバンギャルちゃんさん、女性の方。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。先週の雑談で白髪を抜いているというメールがあったと思いますが。はいはいはい。はい。現役美容師から忠告をしたくメールをいたしました。あら来ました、現役です。それはつまりダメってことじゃない？普通のダメってことです。ねえ、白髪は抜かない方がいいですと。あ、まあ、増えるとか呼ばれてますが、それはまた迷信の話で、事実としてあるのは黒髪であろうが白髪だろうが抜けば抜くほど、次に生えてこなくなる可能性が上がっていくよという。はい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 、はい、詳しく説明すると、頭皮に埋まっている毛根部分には毛を生やす細胞、毛母細胞、毛の母と書く毛母細胞、毛母細胞とメラニン色素を作る色素細胞が別々で存在している。お、はい、このうち色素細胞のみが劣化により死んでしまっている、あるいはストレスなどでお休みをしてしまっている状態で、うん、メラニン色素が作られていない毛として白髪が生えてきています。あ、はいはい、そして毛を抜いてしまった場合ですが、皮膚の内側に毛母細胞が残っていてくれたればまだ毛は生えてくるんですが、まれに抜いた毛の方に毛母細胞がついてしまっている場合があると。怖いよ。まあ、毛母細胞そうなるともう二度と生えてきません。やだって。眉毛を抜いてきていたら生えてこなくなったという経験がある方も多いです。はいはいはい、はい。今なんかちょこ ね、なんか聞くよね。うん、それはもう毛母細胞をついてきちゃってる。抜き取ってるから。うわ、危な。怖。怖。年齢を重ねていけば誰しも若い時では毛の量が減ったり毛自体が細くなったりしていきます。うん、なのにハゲへの近道をする必要はないですよねと。おお、すごい。まあ、ストレスなどで白髪になっている場合は色素細胞が休んでいるだけなので、そのストレスがなくなれば色素が作られて復活する場合もあるよと。場合もある、うんうん、まあ、どうしても気になる場合は抜かずに染めるか、数本であれば根元から切る。ああ、うんうん、だからもうまあ、別に 抜いたとて無理なわけだもんね。そうだね。うん、うんうんうん、だからまあで、使う場合は、大きいハサミよりは眉毛カット用の小さいハサミをおすすめします。はいはいはい、なるほど、はい、いうことで、まあそういうことでございますので、皆さん気をつけて。毛母がいったら終わりだぞっていうことで。毛母がいったら終わりか。あ、なるほど、すごい、なるほど、恐ろしい。この中国はちょっと恐ろしく感じ、非常に役に立ちました。前ドンさん横にいた時に一本さ、あのチリチリになってるやつがあったね。あれ白髪あるよって言ってさ、抜いて抜いてって言うからさ、抜いちゃったけど、あれ毛母いったかな、うん、あれ毛母いってる可能性ある。いってたらもう終わりで、そこで。うわー、もう生えねえ。生えない。ペーサーに。いやでも違う違う、取られた。抜いて抜いてって言ったのはドンさんだったんだよ。でもそれは毛母を抜いてってことじゃないからね。そうだね、俺はそこまでは行ってほしくなかったな。毛母は、あ、そうか、だから抜いて抜いて毛母はやめてねって言えばいいのか、今度からは。毛母まではいかないで。毛母までは。超むずいな。毛母まではやめて。抜き方のなんかテクニックで。なんかあんのかな。毛母を抜かない。毛母がついてきちゃっ。いいな。テクニックで対応できるならね、うん、ノーモーボーでいけるならいいけどな。やだな、めんどくせえな。抜いてもいいけど、モーボーね、モーボーまではやめてって。モーボーやめてよって言わなきゃいけない。そう、見て見てわかんの？もうモーボーあるじゃん。なんかさ、あれは毛根なんかさ、すごいところから抜けるときあるじゃん。あの毛根白いなんか透明なのか。あれはモーボーじゃないんだよね。いやわかんない。わかんない。あれ。何、それモーボー、モーボーごと言ってる可能性もあるんじゃない？あれモーボー、なんかモーボーが抜けた瞬間のなんかあんのかな、悲鳴、モーボーの悲鳴。断末魔ね、断末魔聞こえたらいいんだけど、モーボーの、わかりやすいよな。うん、どうなんだろう、わからん。モーボーって何なんだ、どんなのだろうな。モーボー細胞、細胞だもんな。細胞は見えねえだろ。細胞だもんな。さすがに見えねえと思うな。うん、なる。ええ、
まあでもまあ抜かないが吉ってことか。まあそうだね。まあまあだからまあ気になるんだったら本当カットしましょうよっていう。うんうん、俺もそうしよう。はいはい、俺もカットにしよう。どうしようこれからはカット。うん。続きまして猫は生きる家庭さん女性の方。はい。はい。皆さんペサテトさん始めまして。始めまして。お三方に相談させていただきたく初めてお便りさせていただきはい。はい。私は猫を飼っていて猫のために働いています、うん、おいいですね。猫はブリーダーさんからお迎えしたのですが、うん、猫界隈ではあまりいいとされていない種類。あ、そんな種類があるの？俺ちょっと詳しくないから分かんないかも。多分分かんないけど、うんうん、マンチカンとか、あーそういう、なるほど、まあ、ちょっと奇形って言ったらあれだけど、うん、まあね、ちょっと普通の猫よりはちょっと形が違うみたいな、ね。そうね。うん、まあ、可愛く見せるためにみたいなとかそういうことなのかな。そうだね、な。なんかありますよね。うんうん、まあ、犬とかも聞いたりするよね、そういうのはね。うん、うん、病気がしやすい種であることは理解していて、体調、うん、体重管理など気を使っています。はい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 。うん、自分の命よりも大切だぐらいには思っていますよと、うんうん、はいはい、前置きがなくなりましたが、先日仲良くしている猫好きの知人が、うんうん、私が飼っていることを知っているはずなのに、私とつながっている SNS で丸々私が飼っている猫の種類を飼っている人は信じられないみたいな発言をしていました。あ、なるほど。それを見てただただショックで悲しかったです。あ、そういう考えの人もいることは分かっていますが、仲良くしていて私の猫に会ったこともあるのにそういう発言をされたことはずっと気になります。あらあら、猫だ、あらすごい、ね、あったされてたのかな、ね、また猫とは別件で私に関するネガティブな投稿していて、それもそれもね、猫関係なくなっちゃってるじゃん。関係ないね、もう確定じゃん。個人的に嫌われ、個人的に嫌がられてるじゃんそれ。猫どうこうじゃないね、もう猫関係ねえな、これ多分そこだよ。距離を取りたいのですが、同じ職場で働いていたり交友関係も共通するため距離が取りづらいです。なるほどね。え、職場一緒なのか。皆さんだったらこういう場合どうされますかという投稿いただいておりますね。職場一緒でネガティブなこと言うんだ。俺はもうそういう環境入れないからさ。いやー、うん、そうだね、俺もちょっとこう無理だな、うん、そのこういう関係ごと無理だな。無理だね。なんか言われたら正直に言うと思うけど、うん、いやちょっと距離取るかな。まあこっちから願い下げって感じかな。そうだね、そういうのは、はあ、うん、そうだね。まあそういう考えの人もいるんだな。そうだね、まあ、しょうもなぐらいに思っといて。そもそもさ、その猫を飼うとか犬を飼うとか、まあ、何かしら動物を迎えるってこと自体がさ、うん、ある程度なんていうの、ちょっとこう、まあ、正直覚悟みたいなものあるからね。反とか反対意見の人が出やすい状態。出やすいね。あ、なおかつあれ、やっぱマンチカン、そもそもの話、シュフォールドとか、そうそうそう、そもそもの話に対してやっぱ一定数そういうちょっと過激派みたいなのはやっぱいるね。そんななんて人間のためにうんぬんみたいなこともあるだろうし、そういう意見もね、人間の都合でみたいな。そう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 、そもそもそのね、例えばじゃあそれをペットショップでどうなのとかさ、保護活動されてるところでどうなのとか、ブリーダーとかどうなのみたいなところでも意見の相違ってあるので。ありますありますあります。だからまあそういうところで意見があるんだなっていうのは、まあ 俺も持ってるし、うんうんうん、多分ドンさんも持ってるし、うんうん、ペイさんも持ったことあるだろうしっていうので、うんうん、ある程度のその矢面っていうちょっと言い方あれだけど、うんうん、こう知らよくわからん角度からボディーブローをもらうってかもしんないなっていうのはある程度覚悟の上で、そうだ、ん、ね、まあ、やってはいるから、だからこのなんか批判されちゃったってことに関してはもうしょうがない。それはでも、うん、そういうもん、今はこういう世の中だからしょうがないってある程度受け入れて、でそことはもう距離を取るか、それが一番だね。自分の考えとはだってまあ違うわけだからね。こっちはこっちで、まあ結局今ある状況で幸せを感じてるわけだからさ、いいじゃん。やっぱ自分の精神状態に関わるものじゃんそれって。そうだね、人間とかっていうのは。俺はそういう時はもう結構後先考えずすっぱりやめちゃう方かな。うん、そうだね、俺もそうだな。で、まあ、おっしゃってたように猫のために働くっていうんだったら、うん、まあ、働きやすいところで、そうだね、ために働くかな。まあ、言うてだって家族が言われてるんだもんね。うん、ね、うん、それはだから我慢、うん、なんかあんまり我慢することでもないだろう。そうだね、そうね。
まあ、環境を変えるのはなかなか難しいとは思うけど。いやそうなんだよな、うん、そこね、うん、まあでも同じ部署、同じ職場、部署がどうなのか分かんないけど、うん、でも別に疎遠になることはできるから普通に、うん、まあその分ちょっと交友関係がっていうのがちょっとね多分ね、うん、ねあるんだろうけど、まあ別のそういうこと言わない人たち、そうだね、うん、仲良くしていくっていう風に考えた、うん、切り替えた方がいいんじゃねえかなとはだね思うけどな、うん、ひどいな、まあ、でもちょっとひどいね、いや思っ、ね、思うのは自由だけど、うんうん、やっぱり自分の考え方っていうのはあると思うというので、これすごい差が完全に違うからな、そうそうそう、目に見えるところでね、そう、うん、もう確信犯というかさ、そうだね、お互い勝ってなくてなんか、うん、あなんかそういうのあるらしいじゃんみたいなのはあれだけど、うん、勝ってる人にね、うん、勝ってる人がなんか見えるところで言うのはやっぱり、まあ、人としてどうなの、ちょっと合っててね、そうね、ね、あいつら可愛いってなってるはずだね、ねーとか言って言ってるわけでしょ、え腹立たしい、うん、ちょっとひどいかなとは思いますけどね、確かにね、我々はそういうふうに思ってますよ、思ってますようだね。続きまして、はい、お仕事の悩みだな、のんちゃんさん、女性の方、はい、はい、お三方こんばんは、こんばんは、ちょっと前に来たやつかな、私は、新入社員で、うん、今年度社会人となり、うん、一人前のウェディングプランナーを目指して頑張っています。おお、はいはい、なるほど、ですが新しいことを覚えて覚えての繰り返しで今いっぱいいっぱいですと、うんうん、この業界はマニュアル通りに動くだけではやっていけないお仕事のため、マニュアルの先の応用ができなければいけません。マニュアルの先の応用、ああ、マニュアルは前提で、さらになんかこういろんなことが、アドリブを聞かせていかなきゃいけない、提案したりとかなんかいろいろしなきゃいけないってことね、はいはいはい、多分今日上司に、うん、君は礼節に欠けていると言われてしまい、礼節、礼節、礼、礼儀に節度の節で、ね、礼節、自分が無意識に他人を不快にさせていたことに気がつきました。ほう、自分を変えていこうと決意をしましたが、正直ショックが大きいです、うん、上司も私のことを思って言ってくれるのは分かりますが、この状況をどう乗り越えていけばいいのかと、ちょっと辛いというふうに思っちゃってもいるよってことだね。礼節を欠けているっていうのは何なんだ、具体的に何だろうね、何なんだろうね、だからそのお客さんにプランナーとしての何かあんのかな、お客さんに結構クレームが多いよとかが、うん、あるってことなのかな、じゃないとなんかあんま言わないよ ね、結構抽象的な言い方だな、うん、とか目に見えた何かがあるからこそなのかな、何なんだろう、マニュアルじゃない部分で頑張ってたつもりが、そのじゃない部分がちょっと失礼なんじゃないかっていうふうに思われたっていうことなのかな、あのー、距離近くないとか、なんかそういうことなのかな、お客さんとの距離近くない、あっ、とか言っちゃうね、たまにみたいな、貴様はとか言っちゃうとか、貴様やばいねそれは礼節に礼節ね、そう、それはさすがに、うん、そうだね、うん、でもあの人たまに貴様って言いますけどみたいなそれはクレームくるね、君にしてそうだね、礼節がってなるけど、礼節にかけるっていう言い方すんなよな、そんなの、うん、ダメだよって言えよ、なんかたまにタメ口聞いてるらしいねとか、ね、よくないよって、うんうん、もう一つだからこれどうなんだろうね、いやどこまでこれがさ言われたのかがちょっと分かんないから、礼節、うんうん、にかけているのあとこれこれこうでこうでこうでだよっていうので、あっでもそこまで教えてくれるんだったらさ、まあ、あ、じゃあそうなんだ、うん、あ、じゃあ気をつけようっていうね、なんか多分、いや本当にそれだけ言われたら分かんないよね、具体性がないから、うん、なんだろうってなっちゃってるってことなのかな、かな、どうなんだろうね、そこまではちょっと書いてないんだよな、うん、ね、ただまあ不快にさせていたらしい、うん、っていうことは、うん、この人は、なるほど、気づいて、でもよかったじゃね、それで分かったんなら、まあね、うん、より良い接客ができるようになるってことなんじゃないかな、だから良かれと思ったのことがちょっと失敗だったみたいな、多分そういうことなんだと思う、まあそのやっぱ正論食らうと結構ね、そうだね、ショックを受けるってのは分かるけど、うん、なるほどな、まあでも良くなる
チャンスなのではないでしょうかと思う。そうだね。分かればね、なんか、こういう場所があれだよとかっていう、分かればだけど、何も言われずにそれだったらちょっと苦しい。そうね。自分は思ってない部分だったら結構苦しい。まあ、なんかもう一度上司にもし分かんなかった場合はどういう部分がみたいのでどうすればいいですかって相談。大体上司って相談されるの好きだからさ。それは聞いてもいいと思うな、具体性がなかったら。見てみて、うん、なんか解決より良い糸口が見つかればいい、ね、うん、なんかになるといいなとは思いますけどね、うん、まあまあちょっとね、うまくいってたと思ったらそうでなかったって気づくとすげえショックだから気持ちは分かるけどな。あのお客さんすげえ笑ってたのに裏ではクレーム入れてんかいみたいな。ああつれな、うん、まあまあまあ頑張っていきましょう、うん、はい、では、よもみちゃんをちょっと紹介して本日は終わろうかなと思います、はい、お願いします。よもみちゃんは、皆さんが知ってる豆知識を教えてもらうというコーナーですが、本当にやってるかどうかわからないので今日気になった方は、自分で調べてみてください。はい、はい、ブーンさん女性の方のお豆ちゃん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。神戸のどこ行きを見て思い出した夜景に関するお豆ちゃんです。はい、はい、はいはい、日本の夜景三選にはうん、これは3種類あります。おう、うん、日本三大夜景と、はい、これは選定方法はよく分かってないと。それ以外に日本新三大夜景、これがだからあの神戸は日本三大夜景、あ、日本三大夜景だけど、うん、新三大夜景には入ってなかったみたいな話だったっけ。ああそうだったかな。え、そうするとだから物が違うの。物が違う可能性がありますねこれね。なるほど。日本新三大夜景は選定方法は夜景観光士による投票、うん、はいはいはい、うん、新日本三大夜景新ね新の場所が違うのがあるってこと。前言ったのは日本新三大夜景ですけど、うんうん、新日本三大夜景なんだよ何俺らもやろうぜみたいなこと。そうなのかな。これは選定方法が新日本三大夜景夜景百選事務局による選定が、うん、うわあ、うん、この3つの、夜景三選があるよと、うん、はいはいはい、違うのか、ね、種類違うっぽい。ちょっとマジどうやら、え、じゃあ神戸も、うん、あ、いいんだ、三大夜景には入り続けてるってこと。一応年間でどう変わってるのかどうなのか、あ、これがちょっとだからわからないですけど、うん、日本三大夜景だと神戸は入ってるのかもっていうことなんだろう ね、まだね。変わらないんだとしたら日本三大夜景は函館 と、神戸の真矢と長崎、はいはいはい、なんだね。で外れたんじゃねえの。そう、日本新三大夜景が北九州札幌長崎、うん、新日本三大夜景が山梨と奈良と、福岡北九州って書いてあるけど、うん、それはだから何なのかもう分かんないです。分かんないね。僕にはもう分からなくなってしまいました。なんかそうか、そういうものなのかって今ちょっと正直ちょっと残念に思った部分もあります。そうだね。うん。なるほどね。唐揚げの金賞みたいなもん。そうだよね。なんちゃらグランプリ金賞何個もあるみたいな。なるほどね。で一番歴史が深いのが多分日本三大夜景なのかな。ただこれが選定方法がよく分かってないかな。そうなんだ。なるほどね。分かんないですね。まあまあ、まあ、ね、なんで3つにしちゃうんだろうね。どういうこと？三大にしちゃうんだろう。まあやっぱトップ3。そう、新の人たちはもうちょっとなんかその辺でさ、10選とかじゃあ5行こうよとかさ。あ、同じにしちゃうからさらに分かんなくなっちゃう、ね、日本新三大夜景と新日本なんとも思わんかったな。いや、なんか派閥があんのかな。これややこしくなりませんみたいな、なんなかったんかな。我々の方がちゃんとしてますみたいな、やっぱ、ね、うん、日本新と新日本はさ、さすがにちょっとね、さすがにこれ分かんないですよねって。ちょっと
ことやってるよな。納得がだからいかなかったんだろう多分ね。日本新三大夜景ができた時に、それ違くね、あいつらやってないみたいな、でちゃんと我々で決めましょうみたいなので、うちらで、もう新日本で行こう。だってその一番最後のところはなんだっけ、先行の人はちゃんといるんでしょ、審査員。新日本三大夜景、夜景百選事務局っていうのがあるんですよ。そこがだから気に入らなくて、作って夜景用の世界を変えたいっていうので作ったんだろう多分ね、熱い気持ち。はいはい、はあ、へえ、これだからまだ終わってないってとこだよね多分ね。日本三大新夜景ってここに入れるシーンを入れる場合もあるだろうし、そうだよな、新たな派閥が出てくる可能性があるんだ。日本三大夜景シーンって最後に持ってくる場合もあるかもしれないし、シーンがカタカナの場合もあるかもしれないし、ゴジラちょっと意識してる、ゴジラね、ウルトラマンとか、今後も増える可能性ありますこれ。へえ、そうなんだ、そういう感じだったのか。だそうですよ、新しくなったんかと思ったね。俺もだからちょっと勘違いしてた可能性がある。勘違いの可能性全然あるね、全く違う。いやだからまだ書いてあるんだと思ったのよ、毎朝。あ、確かにそうだ ね、そうなんかすがってるのかとかさ、なんか書いてんだ、まだね、三大夜景って書いてるわって思ってたけど、あれはだから間違いじゃないって、間違いじゃないよ、ね、可能性が出てきましたね、ちょっとね、難しいな、ちょっと深いし、なんかドロドロな気するわ。そもそも芯がおかしいけどね。まあ、そもそもお前が新たにそう持ち出そうとしてんだって話で、新たに決めましょうよって何、ね、っていうさ、おかしいんですよ。でもこれも、いやこれ深読みだけど、その三大夜景が選定方法が分かってないらしいのよ。はいはいはい、この人言うに、だからそれで明確にしましょうっていうね。そう、こっちは夜景鑑定士が考えたところはあそこじゃないと思うんだよなっていう、はい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 、その夜景専門の人たちのなんか意見っていうのを組んで出てきた可能性が、でそれを見て、いやいやこれ違うわ、まずじゃあ委員会作ろうっつって、3つ目ができたってことだ。そう。だからもうこれ三つどもえになるか、ちょっと夜景の世界が今、だいぶ曇り空、そうだね、ちょっとざわついてます。星が見えない状態になっておりますね。マジか。どうなることやらと。まあ、結果多分全部の夜景が素敵なんだとは思うけど、ね。いやと思いますよ。だから要は綺麗だなと思ったもん、単純に。そうね。じゃ続きまして、気になるゴリラさんのお豆ちゃん。はいはい。ドンサンペサテトさん、こんにちは。こんにちは。どこ行き神戸編楽しみにしてました。はい、ありがとうございます。はい、その中で行った六甲山牧場にて、地面からチンポが生えていたと思いますけど。いやいや、生えてましたっけ、地面からチンポ。あれね、入り口のとこね、生えてましたね、地面からチンポ。出たけど書き方がちょっとあるかな。そう、違う、この人が悪いよ、ストレートに。この人が悪いよ、これ。そう、ね、悪いよ、俺ら悪い。サイクルもかけてたんでしょ。樹木医師なのかな、樹木医っていうのかな、樹木のお医者さんである私が思うに、本体の木がはっきりと見えませんでしたが、あれは落雨症という松、落雨症、落雨症、落ちる羽の松と書いて落雨症の気根、木の呼吸根、はい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 、と呼ばれるものになると思いますと。木の根。いや、画像検索したらこんなんだったわ。弾根ではないってことね、あれね。弾根じゃない、気根なんだよね。落雨症は、沼地などに生える木なので、地面が水に浸かってしまった時に呼吸するために出てきている根だと言われています。そうなんだ。東京だと新宿御苑なんかで見ることができますが、比較的関西の方で多く見られる木なのと思いますということで。だからチンポじゃないよって教えてくれ。違うの。チンポじゃないのは分かったけどね。うん。まあそうだね。俺もチンポじゃないとは思ってたけど、似てるなっていう。そうだね。話だから別に間違ってない。いや、たまたま本当にすごい形そっくりなのが一本あっただけで。そうだね。そう、他はそうなんか木っぽかったんだけど。ああ。混じってたね。
でも確かにそのトゲトゲっぽくなるんだね、こんなにも。うん、ちょっと罠みたいなトゲトゲな生え方したりするんだね。これを気根と呼ぶらしいですね。その呼吸するためにこういう根がこういう風になるらしいぞと。めちゃくちゃ出てきてる、ね、そうなんだな。全然知りませんでしたが、知りませんでした。こういうことらしいです。すぐチンポだって言ってたもんね。ね。早かったよね。ああ小学生みたいだったもん、ね、あの瞬間。ね、目が出て光がないっすもん。キラキラしてましたよ。あれ鉄塔さんでしょ？俺が言ったのあれ。いやあれ。あれ違うさんきっかけで。ペイさんだよね多分ね。で鉄塔さんを呼び込んで。そう。鉄塔さん並んで並んでみたいな感じで。いや。その前にさんがさ、ちょっとテトさんあれっつって、うん、振ったから俺が見て、あれチンプみたいだみたいな感じになって、そこが編集されてるんじゃないの多分。そう多分そうだと思う。であれちょっと写真撮らして、写真撮らしてみたいな。い俺はあの角度的に見えなかったのよ。はいはいはい。そのチンプが本丸というか言ってたやつが、うん、映像だとテトさんきっかけだって。いや映像はそうよ。あ映像はね。でもあれは編集っていう力が。いやあれからスタートだと思わないでほしい。違う俺は言わされました。いや言わしてないって。鉄塔さん、あれを見てチンチンがあったよって言ってくださいって言わされました俺は。ほぼあれペイさんだと思うんだけどな。あれ何って俺言ってた。いや言ってたよ絶対。ほらあれ何って言ってたらしいよペイさんが。でもあれ何って、でそれはいや違う、あれ何ってさ、うん、別に俺がっぽいなって思ったからあれ何って多分言ってるわけじゃなくて、単純にあれ何って言ってたんだと思うんだよね。え既婚を見て、いや多分あれ何って絶対言わないよ。最初撮ってなくて、うん、あれを見てちょっとこれ撮っとこうみたいな感じだったと思うけどな。まあ、やらせっぽくなっちゃうけどやってよみたいな感じで言うんだからね。違う違う、俺が写真撮ったのは鉄塔さんが急にテンション上がって言い出したから、一緒に撮ってあげるよって言ったんだよ。はいはいはい、一緒に撮ってあげるはそうなんじゃない？はいはい、その前よ、だからその前。その前。台北さんだよ。はめられてる俺。いや。チンポ。ちょっと俺編集前のやつ見ようかな。でも絶対鉄塔さんだって。自信ある？いやでも撮ってないとこからもしんないからね。そうだ、あだから素材でしょ、素材を見ようかなと思って。そうあずっと回してるからってこと。回してたらまあ鉄塔さんかってなるけど、回してない可能性があるから、ね、いやあそこはずっと回してたよ。あの並んでるとこはずっと回してたと思う。だって並ぶ前じゃんあれ。並んでるとこだよあれ。あれ階段降りてるとこだよね。階段降りてるところ、入り口の前だよね、うん、あのチケット渡す前だよね。あ、うん、チケット並びしてる時だよ。あ、並んでる時も撮ってたずっと。あれ並んでる時。ああ。じゃあ可能性はちょっと。まあ、なんかね、まだ分かんないね。きっかけはあれ木の何って俺が言ったらしい。木の何？うん。いや怪しい聞き方だな。怪しいね。木の何じゃ何じゃなくて？違う違う違う。カタカナじゃない。怪しいね。カタカナじゃない。怪しい、いや怪しい、振ってるわ。だから単純に俺は気になったんだろうね。そんなわけないじゃん。だって。あんな、いやなんかどっちかが俺にヒソヒソしてきたの覚えてんだよな。だから俺ペイさんじゃねえかなと思ってたんだよな。あなたの証言じゃん。ヒソヒソして、あれなんかほこないみたいなヒソヒソしてきて、で立ち位置としては、うん、俺は背向けてました。近い順から既婚にペイさん、ドンさん、うん、俺だから、うん、どっちもヒソヒソできる。いやどっちの耳で聞いたかで答えが出る。だから右耳か左耳かで。いやでも俺ヒソヒソはカットしないと思うんだよな。どう？いやーなんか、いやわかんないな。ヒソヒソってカットするかな。俺だったらだってヒソヒソ言わん。いやでも言うかもな。いや鉄塔さんは大きい声、ね、ちょっとあれ見て言うかも。そうあれじゃ あれ見てっつって言うかもしれない、ね、でちょっとあの聞いてみようかみたいな感じでその言ってたような気もしないでもないな。いやこれ分からん、これは分からん、ちょっと分かんない、ちょっと記憶が曖昧だな。別にでもこの
君、この裁判何？これは既婚チンポ裁判でしょ。チンポ裁判。チンポ裁判。裁判、うん、大事なことです。重罪？重罪。そうだね。重罪、うん。重罪かと言われるとあれだけど。うん、そうね、まあでも、うん、まあチンポ。まあだからなんか。うん、こういう時は大体鉄塔サンダーみたいな流れができてたから、まあまあこうな、そう裁判がちょっと始まったって、ちょっと待ってくださいよと、そう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 、ドンさんが裁判長そうそう、うん、そういう感じ、実はそんなこともないんじゃないんですか、うん、こっちの可能性もありますよって今誘導されてます鉄塔さんっていう、そう弁護してくれてる今弁護士、うん、マジか、いや、まあ、俺も最初鉄塔さんだと思ったんだけど小学生みたいなやつがいるなってそうなんか思ったのを覚えてるから、あ、だってあれチンポじゃんとか言ってさ急に、ね、いやでもそれは俺がいつもそういう犯罪をしてるから、うん、今回もやるだろうって、ね、どうせやってんだろうと思われてるわけでね、そう可能性はある、だから日頃の俺が犯罪者だからよくないんだけど、うん、でもペイさんも黒幕がいるってこと、あの時あれっていうちょっとそう俺がもしかしたら記憶を改ざんされてる可能性もあるんだけど、いや違う違う、そうあれなんて言ってないよ、あれって違う、ちょっとなんだろうみたいな、あれなんだろうねみたいな、多分そういうことなんだと思うんだよ、うん、単純にその既婚を知らなかったから、それおかしいと思う、既婚を知らないのに、そのえなんだろうあれってなったら対応おかしい、そんなので呼び止めない犯罪者が、えそんなのであれなんだろうなんてペイさんは普段言わないもん、いやなんかね、いや絶対、いや俺 P さんと会話した記憶あるんだよな、聞きました、いやなんかないないない気がしてるのない、マジで皆さん聞いてください、あれを見つけて大事なことっぽいなみたいになって、で俺、いやまあまあまあ確かあれ どうする撮るみたいな流れがあって、で写真撮ってやろうかって俺言われた気がするんだよなあれこれ来たかもな、いやいや俺はいやいいよっつって、逆転勝訴来た、行って、鉄塔さんに流れたような気がするんだよな、いや流れて鉄塔さん、いやなんで俺ってなるでしょ鉄塔さんだって、いやでもだってそのやり取り多分知らないもん、いやそう鉄塔さんは知らないから、だってあんな近くにいて気づかない、改めて驚くわけでしょ、あーってな気がすんな、いやちょっとやめてください、なんかそれっぽい、なんかぽい言い方やめてください。なんか本当っぽく感じちゃうな、こういうこれ本当なんじゃねえかな。いやなんかマジで言ってた気がするんだよ。いやマジでそうだって。そこで始めたのはジャンコです。でもはっきり言ったのは鉄塔さんなんだ。はっきり言ったかはこの際関係がないです。関係ある。争点は今そこではありません。で俺別に何も言ってないわけ。誰が始めたのか。これなんだろうねって言ったら言ったわけじゃん。ね、いやそういうことじゃない。もう始めた、ね、きっかけを今問ってるの今は。うん、そう、え、まあ、いや、まあ、じゃあおいちょっとお前ずるい、でもこれで、うん、俺だけじゃない可能性が出てきたっていうだけで、俺はそれだけでも十分なのよ、うん、なのよ、うん、なるほどね、そう俺初じゃない可能性もあるんだよってみんなちゃんと知っといてねって、そういうことですよね、大事ですから、うん、そういう証明は、ね、でも可能性は全然まだ鉄塔さんっていう可能性もあるからね、まあまあもちろんある、もちろんある、それもなんならドンさんって可能性もある、いやない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 、俺ないですないですないです、そうなんか自分は違うみたいに言ってるけど、いや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 、ゼロじゃないからドンさんがチンポって言い出した可能性も十分ある全然ないそこはない、それはない、それはない、それはない、あれなんだろうってなる可能性はある、うん、ドンさんが、いや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 、うん、まあまあね、まあまあ、うん、ちょっとこれはそうか、分かんないかこれ、うん、まあ、そうこれはまあちょっと闇の中だけど真相はね、そうだ、迷宮入りはしてしまったけど不起訴ですか、まあまあちょっと皆さんもそういうことはあるんだよことだけねちょっと覚えていて、うん、幸いでございます、ああそうだね、まあでも既婚だっていうことだねあれがね、うん、呼吸しに出てきてると、そうチンポじゃない、うん、そうためになりました、うん、さあといったところで今週はといったところでどういったところでだよ、キリよい、キリが良いということで、あ本当キリよく今週はここまででございます、はい、はい、動画見てる方下にあります番組説明概要欄すべてのお便りはこちらというところからメール送れますので、ぜひともよろしくお願いいたします、お願いします、はい、来週からあれか、あそうだ、12月のさ初週って何にしてたっけな、一番最初何だったっけな、去年の回転じゃない、いやなんかね
書いてねえんだよな。俺なんかスケジュールに入れてた気がするんだけど、会ってみたら書いてないの。あ、確かに。一昨年2021年だと今年一番のゲーム。ああ、なるほど。一番のゲーム、今年達成したことできなかったこと、印象に残ったことみたいな、そんな感じで聞くのか。うん、一番のゲームと買ってよかったものみたいなのも聞き出してた気がするんだよな。はい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 、はい、いつからかやってた気がする。ゲームと、はいはい、4回か。うん、4回。じゃあ来週は今年買ってよかったものに、悪かったものにしましょうか。買ってよかったもの、悪かったもの、ね、買ってよかったもの、失敗したもの。はいはいはい、うん、皆さんが今年ね、うん、今年買って、うわこれすげえいいだったよみたいなのとか、いやこれちょっと、いやちょっと失敗したみたいなのがあったら、ぜひぜひ皆さん送ってくださいと。はい、わかりました。はい、宛先は下にあります番組説明概要欄、すべてのお便りはこちらというところの URL から、お便りの内容をテーマに関するもので送ってください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあそんな感じで終わりましょうか。はい、はいはい。それでは三人称雑談第518回以上となります。はい、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。